こんばんは。いらっしゃってますね。すいません、皆さんからの音声は最初ね、聞こえないように設定してますんで、すいません、質問の時間までそのまま見るだけ聞くだけでよろしくお願いします。中村トレーダーがもうすぐ来るのかな。中村さんいらっしゃったらマイクをオンにして入ってきてください。声を出していただいたらそれで OK です。はい、5人の方が今待機室に参加している。あ、待合室を表示で全員の入室を許可すればいいのかな。はい、どうもどうもこんばんは。何人来てくださったのかな。結構な人数ですね。3、6、9。はい、皆さん音声ミュートしたままですいません、よろしくお願いします。中村トレーダー来て いらっしゃったら中村さんだけ声出してください。今日はね、まあ、FX の話しっかりしていくんですけども、まだ中村さん来てないんで、ちょっと待ってくださいね。もしもし、こっち。こんばんは。こんばんは。あ、どうもどうも。おはようございます。久しぶりにやりますね。お久しぶりです。はい。時間通りに、だいぶ来てくださった方がいるんで、もう始めさせていただこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね。順番に入っていらっしゃる方もいると思いますんで、これね、入室するために私が許可するを押さないといけないみたいなんで、たまにちょっと変な動きになりますけども、ご容赦ください。これも許可するだな。こんばんは、藤本さん。お楽しみにされてましたね。じゃあですね、早速始めさせていただきます。こんばんは、よろしくお願いします。皆様よろしくお願いします。中村さん、あれ、結構忙しかったですね。いろんな意味で。そうですね。地獄のような。うん。はい。よくわかります。私も似たようなもんです。なんか久保さんも、いろんな問題があったとお聞きしてます。私はね、マネーロンダリングに、はい。ということで、はい、とりあえず何かをされたわけじゃないんですけども、はい。あまり海外からお金を持ってこないようにという警告を何件か。なんで、海外にお金埋め込んでたんで、はい、手元のキャッシュがね、はい、今年に入って急にないんですよ。ああ、それ、でも、これ、ここで言っていいのか分かんないですけど、あれでしょ。はい、まあなんかできそうですけどね、はい、うちの人脈で。まあでもね、どうせ海外で使おうと思ってたお金なんで、ああ、そうですね。まあいいかなと。で、でもそうやってるうちに、ね、今のブームの、世界的ブームのおかげで、はい、だいぶ資産が目減りしてるって言って、あと業者さんが何個か逃げて、飛んでしまって、まあまあパーになりましたね。いや、しんどいですね。まあでも、おかげさまでこうやって元気に生きてられますんで。はい、で、ね、今日ね、そのあたりからちょっとね、皆さんも日々、気の置けない毎日を送ってると思うんですよ。うん、はいはい。今みたいな状況になったら、まあ今お勤めになってるところがいつどうなるか分かんないっていう風なね、不安要素もあると思いますし、うん、私、アフィリエイトが一部機能してるところがあったり、はい、その MLM がね、まあ継続課金になってるところがあるんですけども、うん、なんかどのビジネスも縮小してるんですよね。360度。そうですよね。銀行もダメなんですよ。で、出金を止めたりとか、全然。これはやべえなと、うん。で、手元の現金がまああるんで、銀行に行って、今日もね、ちょっと下ろしてきたんですよ。手元に現金置いとかなくちゃ。怖いですもんね。なんかね、そんな不安なのも、要するに、人の心理が行動を決めてるってことなのかなと思うんですけども。はいはい。だから現実とね、かけ離れていても、仮に離れててもね、自分がどう思うかによって、うん、危機感って一人一人違うと思うんですよ。はいはい。で、その中の一つで、まあ私はね、究極、最近放送でね、常々言ってるんですけども、究極 FX があったら、別に資産、他のものなくなってもなんとかなんじゃないかな、みたいな気がしてきてるんです、最近は。まあ本当そうですね。値上がりしても値下がりしても、お金になるんで、はい。株とかじゃなくて、不動産じゃなくてよかったな、と思ってるんですよ。まあそうですね、現物だったら厳しいですよね。そう、あれ、目減りするだけですもんね。はい。銀行の金利も今、ちょっと当てにして入れてたのが、なんかちょっとね、歯切れが悪くなってきて、嫌だなみたいなところがあるんですけど、
急速にこの金利がしぼんでいくのと、まあ銀行が破綻まではしないと思いますけども、はい、ある程度資金ロックされるんじゃないかなと思ったりね。あ、そうですね。信用金庫とかは潰れがちみたいですけどね、地方は。あね、はい、ちょっと怖いなっていうところがあって、さあ、ではね、その武漢肺炎がこの後、いつ頃どうなるのかってことはなかなかわかんないんですけども、ちょっと前に東京がもしかしたらね、はい、封鎖されるんじゃないかみたいな放送を僕もしちゃったんですけど、はい、まあまあ、ないかなと今思ってるんですよね。まあなんかいろんな情報また来てますけどね、あのいろんなところから2日に解けとなんかやるんじゃないかとか、ねえ、うん、いや本当はもうそういう情報流れてる時点で違うかなと思うんですけど、まだ消え、そうですね、まだ消えてはないかもしれないですね。うん、世界中が、まあ、一番、うーん、結構都市封鎖してるんで、はい、まあ、東京だけやらないのもなんかなっていうのもあるんで、もしかしたらあるかもなとは思ってはいるんですけど、うん、それもやっぱり中村さんね、あのそういう封鎖をするかどうか決める権限のある人も他の国がやってるからやらないとなっていうのも、これもまさに真理かなと思うんですよ。はいはい。だからそうじゃなくて自分の国は自分で決めればいいのに、なんか他の国から顰蹙受けそうだしやるかなみたいな心理が働いたりね。はいはいはい。いつも今そんなこと考えてるんですよ。あの何、あのローソク足見ながら、あ、誰の心理でこうなってるんだろう。なんかまあ心理学の用語で言うとバンドワーゴン効果って、あ、有名な話があるんですけど、バンドワーゴンに乗るっていう意味らしいんですけど、はい、うんうん、同じ方向に行きたくなる、なんかこう、あの大衆の方向に乗りたくなるっていうイメージなんですけど、うん、はい、まあ、FX とかでもね、その、うん、トレンドフォローをし続けるといつか焼かれるっていうのは、うん、まあ、上がれば上がると思ってしまうような効果、あの心理効果を、まあ、バンドワーゴン効果とかで言ったりするんですけど、はいはい、まあ、そういうのも少なからず、ね、こう買いだめする人とかの心理とかって、うん、一応買っとこうみたいなのも大衆が動いてるから買っとこうっていうのあるんじゃないですかね、まあ、人間の一つの心理としてそう言われてるんですよね。やっぱり出ますね、そういうのがね。はい、うん、自分にはないだろうと思ってももしかしたらみたいな思っちゃうんで、うん、まあそうですよね。それでね、いろんなあの情報噂がある中で今は違うと思ってるんですけども、ちょっと前にトランプ大統領がね、はい、FRB の議長になったみたいな。もはや。すごいなと思ったんですよ。はいはい、でもこういう状態だから、僕はちょっと真に受けて、うん、本当かなと思って、はい、久しぶりに英語のね、情報を取ってみたんですよ。はい。したらまあ、なかなか見つからなくって、唯一あるなと思ったところが、はい、有料のサービスに入らないと、まあ、教えてくれないってことなんで、うん、入ったんですよ。はいはい。ただフェイクニュースですって言われて、はいはい、これも新手の詐欺だ。新しいビジネスですね。そう、そうだ。2ドル半で払っちゃったんですけど。データ抜かれちゃったかもしれないです。まあそういうとこもあるんで、まあないだろうってね、もうケネディ大統領もできなかったことなんで、トランプ大統領いきなりするわけないと思って。うん、はいはい。で、そんなん大速報で入ってくるじゃないですか、そんなんがあったら。まあそうですね。で、相場にも現れるし。まあそうですね。そこまで分かっていたのに、こういう状態だと、もしかしたら自分だけの情報かもしれないなと思って、お金を払っちゃう。はいはい、はい。僕はね、まだまだちょっと、いけてないなと思ってる。ありますよね。うん、だからトイレットペーパーをデマだと分かって買いに走るのもうこれ致し方がないなって思っちゃったりね。まあそうですね。というところもあるんで、うん、でもだからこそそういう心理としっかりと戦っていかないといけないし、自分のウィークポイントですよね、心理的にまだ隙があるところっていうのをこういう時に確かめていかないと、うん、あっという間にカモンになっちゃうんでね。はい、うん、まあこんな時ね、もしかしたらICO です、そこ、ICO が出てきたら買う人いるかもしれない。怖いですよね。しばらく聞かない ICO ですね。はい。まだ売ってる人がいるんで怖いですね。あ、そうなんですね。でも人の不安要素に、もしかしたらっていうふうな隙ができるんですよね、きっとね。まあそうですよね。うん。まあこういうふうな経済が荒れてる時だから、もしかしたら自分だけのチャンスが来たかもしれないっていうふうに思っちゃうもんなんですよ、きっと。まあでも、まあ、今ピンチかもしれないですけど、うん、やっぱり結構その、ね、こう暴落の時、経済が疲弊している時にやっぱ億万長者って生まれるってよく言われてますけど、
そうですね。まあ、結構その、まあ、暴落してるってことはやっぱ儲けてるやつはいるんですよね。空売りしたりとか、そうですね、もうそこで買うやつがいたりとかして、うん、うん、まあこうね、その代わりちょっと大勢のプチ金持ちが淘汰されていってるんで、まあ、どっかに金が流れてるはずなんですよね。富の総量って変わらないって言われてるんで、まあ、どっかにお金が流れてるだけなんで、まあ、どっちかっていうとこう、ね、プチ金持ちから金を奪い取るチャンスかなっていう感じでは僕は思ってはいるんですよね。だからもうこうなんか悲観しすぎないように、そのなんか黙々とチャンスを狙って、まあ、見てるといいかなとは思うんですけどね。はい、うん、確かにそういうところありますよね。はい、さあそこでね、中村さん、はい、まあ、我々はその FX でトレードしているわけじゃないですか。はい、で今日参加してくださった方も、もうすでに FX をやってる方とか、これからねやってみようかなっていう方とか、一時期はやったんだけどももう一回本気でやろうかなっていう、まあ、様々な方が今日来てらっしゃると思うんですけども、はい、でも共通してるのは FX にチャンスを見出してるってことだと思うんですよ。はいはい、それはやっぱり、あの、金融市場がある以上、僕はそれは正解だと思うんですよね。FX をなんとかしたいと思う。うん、はいはい。で、物にできるかどうかっていうのが、まあ、重要なところなんで、今日はそういう話もできればと思うんですけども。はい。ここでね、今日、中村さんにね、これは聞いてみたいなっていうふうな大きな問題があるんですよ。はい。それは、あの、財政出動なんですけど。はいはい。アメリカの財政出動、なんか、聞いたこともないような金額するじゃないですか。220兆か30兆ぐらいいってますよね。そうそうそう、はいはい、2兆ドル超えか、うん、はい、このお金が、あの、要するにドルで多分市場に流れたとしたらね、はい、当然ですけどもドル円のチャートにも何かが現れると思うんですけども、うん、どう現れるのかが僕は分からないんです、はいはい、まあドルが流れる、ドル安になるってことだと思うんですよね。そのそうですよね。そう、ドルの、ドル捉えれば、うん、もう 1枚があたりの価値が下がるっていうイメージなんですけど、うん、うんうん、まあ、でもこのファンダメンタルズ、その僕はよく言ってるんですけど、ファンダメンタルズって、まあ、当てになんないじゃないですか。正直テクニカル通りと、ね、ってところがあって、うん、まあ、結局この前も FRB が、2回利上げして、はいはい、市場金利プラス無限緩和みたいな、うん、あの量的緩和をするっていうことなんですけど、はい、もう大して円安にならん、円高にならないっていうところを見ると、はい、結局これファンダメンタルズって、どうなのかなっていう、僕はずっと思ってるんですよね。結果的にこの今のドル円のチャート見ると、うん、週足で見るとただのレンジの中を行き来してるだけじゃないですか。そうなんですよね。はい、なんでこのレンジの中っていうのは結局こう暴騰暴落っていうのが、まあ、ありやすい。トレンドの時だったら綺麗にチャートの波形が出たりするんですけど、はい、やっぱこのレンジの中っていうのは右往左往しやすい相場なんで、このね、暴落暴騰も、まあ、あり得るっちゃあり得る感じなんですよ。レンジの中なんで。はい。はい、結果的にはテクニカル通りなわけですよね。うん。ってことは、その、あんまりファンダメンタルズ気にしすぎると、うん、やっぱりちょっとなんか、見誤ると思うんで、うん、まあ、チャート通りに見ていくことが大切かなっていうふうには思ったりするんですけどね。うん。はあ、やっぱり大きなドルの解放があっても、基本的には、その、テクニカルを、うん、まあ、軸にしないと、まあ、はまってしまうというかね、そうとんでもない痛手を買うってことですよね、きっと。はい、はい、そうですね。うん、で、まあ、僕はね、こう思ってるのは、テクニカルで、まあ、どこまで突き詰めても、うん、百戦百勝はできないわけじゃないですか。まあまあ、そうですね。間違いないです。だから僕、テクニカルで、僕はもう、なんか、4割負けて6割勝てば、絶対お金増えるからいいじゃないかぐらいの気持ちでいるんですよ。うん、いや、本当そうだと思いますね。うん、で、結果、もうちょっと勝率がいいんで、はい、うんうん、まあいいじゃないかみたいなところなんですけど。はいはい。で、不思議なことにね、やっぱりこう、いろんな状況、テクニカルも、ファンダメンタルも、まああるとは思うんですけども、はい。なんか適当にやっても、FX って五分五分のはずじゃないですか。資金減らないはずじゃないですか、手数料。まあそうですね。はい、はいはい。なんでね、はい、この FX で学べば学ぶほど、うん、勝率が落ちるんでしょうか。これ前も聞いたような気がしますけども、今のお気持ちとかなんかあります？どうですかね。やっぱでも一つの手法を信じきれないってのあるんじゃないですかね。うん、まあビジネスとかもそうですけど、転売やってアフィリエイトやって投資やって、って言って全部うまくいくパターンってあんまりないじゃないですか。やっぱ一つに突き抜けて何かをやると、うんうん、結果が出るみたいなもので、もう手法を探しまくると、はい、もう無限に出て、
なんかいろんなサインを覚えたりとか、無駄な知識があるんで、MacD がクロスしたとか、RSA が70とか30いったりとか、ボリンジャーバンドが触ったとか、ツーシグマがうんたらとかいっぱいあるんですけど、もう結局じゃあそればっかやってれば、多分それに、それのプロになれると思うんですよね。ボリンジャーバンドだったら、ボリンジャーバンドのプロになれると思うんで、それ突き詰める、それ一個だけやってはいいと思うんですけど、他にも組み合わせたりとかいろいろやり始めると、よくわかんなくなっちゃうんじゃないですか。勝率が落ちていくっていうか、いろんなサインを拾っちゃうんで、取引回数も増えると思うんですよね、そうすると。そうすると、やっぱり、あんま良くない結果になるんじゃなかろうかと、僕は思ってますね。なるほどね。まあ、そう考えたら、まあ、僕なんて未だにですね、使ってる指標がすごく少なくって、坂田五法と、やっと移動平均線とかね、はいはい、まあ、ヒゲに支えられて、方向性見たりとか、本当にヒント少ないんですよ。はいはいはい。雲とかなんて全然使ったことないし、雲ってなんやみたいな。一目均衡表ですね。うん、ああいうのは全然入ってないんですけども、なんかね、やっぱりすごく詳しい方とかが、まあ、コメントくだすったりね、メッセージくだすって教えてくれるんですけども、その人勝ってるかって言ったら勝ってないんですよ。勝ってないでしょ。知識もめっちゃあるんですよ。はいはいはい。で、すごく多分学者みたいに勉強熱心な方なんだなと思うんですよね。はいはい。でも結局は FX 何のためにやるかって言ったら学習のためじゃなくて、ただお金を増やしたいだけで、そこに、なんて言いますかね。まあ、僕はその最近、すごくね、ジレンマを感じてるのは、社会的価値を与えてないけど、個人的に儲かってるだけなんですよ。ビジネスをずっとやってきて思うんですけど、ビジネスって少なくとも、人がね、お金を払った時に、ああ、よかったとか喜んでるはずなんですよ。はいはいはい。ヒルアップしたり、なんかのコミュニティに入って一体感があったりとか、なんか価値を与えてると思うんですけど、FX に関しては、なんかね、こんなことを、考えてもしょうがないんですけども、今日も儲かったけど、これ、誰の役に立ってんだみたいな。いや、誰の役にも立ってないですからね。ね。だから余計にね、その FX を学ぼうとしている人には、できる限りの分かりやすい表現で、相場解説をね、毎日やってるんですけども、はいはい、出していきたいなと思って、今年に入って結構ね、まあ、分かりやすくって、なんていうんですかね、エントリーがしやすい、そしてエントリーしないタイミングっていうのがものすごく見えてきたっていうので、はいはい、ちょっとこう嬉しいなっていうフェーズが来たんですよ。まあ、ドル円はそうですよね。結構トレンドがずっと出てますから、今年に入って。レンジっぽいのがあんまりないんで、はいはい、取りやすい相場なんじゃないですかね。結構ね、その通りになることが多くって、はい、動画の本数増えたりとか、今、一番最近のエントリーは5ロットになったんですよ、僕は。そう、すごいですね。今年は1ロットから始めて、まあ、1を割ることはもうなくなったんですけど、さすがに。はいはい。5ロットとかになったら、なんか、エントリーした瞬間にマイナスの金額がめちゃくちゃあるんで。スプレッドが高いですからね。あと、まあ、証拠金維持率とかも気をつけないといけないんで、はい、いきなりは5とかいけないんですけどね。やっぱり、利益積んでいって、徐々に2になって、3になって、5になったみたいな感じなんですけど。はいはい。まあ、5ぐらいあれば、まあ、調子乗らないように、やっていかないとな。確かにそうですね。やっぱね、この中村さんも感じるっていうかね、体験したりとか聞いたりすると思うんですけども、なんかこう、順調にいってる時に大きく失敗することがあると、なんか500万なくなっちゃったとか、いきなり転損したとかね。はいはいはい。私も一回それがあるんで、ずいぶん前ですけど、全然 FX とか学ぶ前だったんですけども、はい。ギャンブルみたいにやってる時に、なんか結構両立てとかをやってね、はいはい、なんか損した方を早めに切って、伸びる方をずっと伸ばしていくみたいな、変なノウハウを、鵜呑みにしてやってた時があって、はいはいはい、まあ、でかく食らった時にね、もうこれやっぱりちゃんと学ばないとダメだけども、FX は自分にはできないなと思って、それでもすっぱりと縁を切ったんですけども、はいはい、最近やっぱり学習と積み重ねなんだろうなと思っているんですよ。まあ3年前にしっかりね、学び始めて、はい、中村さんにもご指導いただいて、まあ、今は、はい、結構楽しくやらせてもらってるってことなんですけどね。で、今日ね、中村さん、まあ、いろいろとお話したんですけども、はい、事前にこのアンケートをね、出していただいたのがあるんで、あ、はいはい、もう見ていただいたと思うんですけども、はい、ちょっとこの時間でですね、回答を中村さんにいただきたいなっていうのがあるんですよ。はい、で、私がこう、まあ、聞きますんで、はい、
回答していただければ皆さんにもね、役に立つと思いますんで、ちょっとしばらくお願いします。はい。まずね、グラフを見ると、これは回答していただかなくていい部分なんですけども、今日参加してくださってる方で、FX のご経験がある方、ない方っていうのはいろいろあると思うんですけども、はい。57.7%、まあ、過半数の方がですね、うん、すごくこれ分かる気持ちなんですけども、FX の経験はあるけども、収入源になっていないっていうふうに、印をしてるんですよね。はいはい。で、次に多いのが、多少の収入にはなっているっていうふうに、言われてる方、うん、この方は大きく伸びる可能性がすごく大きいんですよね。はいはい。多少の収入になってきたら、これはあと増えるだけなんで、はいはい、すごくこれはいい傾向だなと思うんですよ。11.5% の方。うん。あとは練習してる方とか、デモトレードをやってるとか、うん、まだ初心者だとか、まだ経験してないよって方が、5% ぐらいでパラパラっといる感じなんですけども、うん、一番多いね、経験はあるんだけども収入源になっていないっていう方がまずいらっしゃるっていうのが、多分今日参加してる方の前提だと思うんですよ。その次にですね、はい、取引口座にどのぐらい資金を投じてるかっていうアンケートなんですけど、はい。これがね、私はね、1万円以下っていう、フェーズと、1万円から10万円ぐらいかなっていうフェーズと、その他っていうふうなね、まあ、これ11万円以上とか、もしくはゼロみたいなね、ゼロとかいくらなのかわかんないみたいな。まあ、どっちかすら結構大きい方なのかなと、50万とか100万入れてる方なのかなと思うんですけども、その割合が、1万円から10万円ぐらいで、だから、本当にね、小さくやってる方が 57.7% ということで、先ほどの経験はあるけど収入源になっていないと全く同じパーセンテージなんですよ。ああ、確かに。うん。で、次の1万円、あ、違う、その他か。その他が結構多いですね。うん、38.5% の方、11万円以上の方だと思います、これは。うん。だからある程度入れて、で、生活費にはなってないけども、毎月5万とか10万ぐらいがずつ抜けてるんじゃないかなっていうふうに、まあ、この数字からね、想像するんですけどね。うん、負けてたら金額減ってると思うんで、まあそうですね、勝ってるんだろうと思いますで次なんですけども、まあやっぱり 90% 以上の 92.3% の方が、まあ、速稼塾を通じて FX を学んでる方かなというところで出てますね、うん、あと 7.7% が、まあ、速稼塾入ってないんだけども、まあ、私の放送を見てくださってチャンネル登録もしてくださってるので、うん、結構ね興味を持ってくださる方かなと思います。この2種類に分かれてるんですよね。まあ、こういう前提がありつつ、質問がここから何件かあります。21件ありますんで、ちょっと順番にやっていきましょう。はい、はい。はい。まずはですね、回答ができないのもあるかもしれませんけど、それは、まあ、読むだけになると思います。皆さんすいません。まず1個目。そろそろ FX 学習の集大成の時期になります。速稼塾の中の FX で頑張っている方々との交流を持ちたく、今回は参加を考えていますということなんで、もしかしたら今ね、見て聞いている方がこの中にいるかもしれません。このアンケート書いてくださった方、ぜひね交流持つ時間も持ちあるといいですね。これね、またオフ会なりね、秋葉原でやったようななんか40名規模ぐらいの大勉強会ですね、はい、懐かしいですね、なんかしばらくはこういう状態なんでできないかもしれませんけども、はいはい、なんかの形でね、このズームのパート2とかでもなんかでできればいいですね。これもね、そうですね、うん、で、次なんですけども、これはね、あれですよ、フロリダのマイアミの方から日本に引っ越してきたとか、はい、はい。で、ちょっと体調壊されてるんだけども、でも FX はね、やっぱできるっていうことなんで、身につけていきたいというメッセージをいただいております。うん、うん。ね、FX は本当ね、自宅から全く出なくてもできるっていうか、自宅から出ない方ができますからね。そうですね。出てないです。今の状態に。今の世界情勢にぴったりですね。あ、そうですね。出かけたらね、私スマホで全然できないんで、パソコンの前じゃなくてできないんで、出かけたらもう完全にチャートのことを考えられないですよね。うんうん、はい、次なんですけども、これはね、まあ、回答がいただけるかどうかわかりませんけども、読ませていただきます。普段であれば、受講料、何々万円という感じで取るのが本当だと思いますが、この状況なので、塾生には無料参加で、月会費1500円とかの方がいいと思います。ね、こういうふうな。なるほど。まあ、お気持ち。うん。まあ、そうですね。聞いておきます。ありがとうございます。で、次はね、ズーム参加させてください。次、トレードの心構えが聞きたいです。あ、これいいですね。
トレードの心構えっていうのをちょっとね、ここら辺で中丸トレーダーから聞いて、聞かせていただきたいと思いますけども、まあちょっと漠然としてるんで答えにくいと思いますけども、つらつらとでいいんで、なんか聞かせていただいたら、まあまずはね、中村さんが最初どんな気持ちでやったのかっていうところからお話しいただくといいんじゃないですかね。どんな気持ちも金を稼ぎたいっていう。とにかく僕がトレード始めたきっかけ、お金が欲しかっただけなんですよ。めっちゃ大事ですね。はい、もうお金がなかったんで、そのね、久保さんみたいにアフィリエイトがうまくいったわけじゃないんで、僕は。ああ。はい。なんで、転売もあんまり、小沢さんみたいに転売うまくいってないし、っていうところで、残されたのが投資だったんですけど、はい。その投資が、まあ株から入って、はい、株とのトレードを始めてから FX 入ったんで、ああ、懐かしいですね。そうですね。まあ、懐かしの手法でやってたんですけど、はい、まあ、でもあれは負けずに結構勝ってて、ただまあ金の増え方が少ない、うん、月 5% とかなんで、あの方法はですね、はい、はい、でも500万とか僕投資家の人に借りてたんで、その500万を 5% 増やしたところで、はい、まあ、25万とかでも投資家の人にもお金返せなきゃいけないんで、うん、配当も出すんで、もうほとんど儲かってなかったんですよね、それ、はいはい、ばっかずっとやってて、もちろん負けてはないんでいいんですけど、じゃなくてもっと増やしたいってなった時に FX 入って、うん、まあ、全部溶かして、あ、そうですそうです、バックゾーンして、そこからいろいろやったんですけど、結果的にこうずっとやってて思うのは、まずこの経験値がすごい必要なものなんで、うん、まあ、その途中でやめないことですね、うん、とにかく負けても、できるだけやり続けた方がいい。うん、で、まあ、小銭入れるお金も、その、なんかこう、なけなしのお金よりかは、できるだけ、なんか何かで、なんかアフィリエイトとかでもお金作れると思うし、うん、自己アフィリとかで、あとは、その、はい、ね、転売じゃないですけど、不良品売ったものを口座に入れたりとか、うん、まあ、そういう、まあ、今の生活費を切り詰めてお金作るんじゃなくて、もうとにかくいらないものを売ったやつで、まず口座に入れてみる。うん、で、まあ、多分それもなくなると思うんですよ、うんうんうん、一発目って、はい、よっぽどロットを下げない限りは。そうですね、はい、それでもやめないっていうのが大事で、僕もこう500万とか前一発目溶かしたんですけど、やめなかったんですよね、うんうん、悔しくて、そのいろんなの勉強して、結果的にそのファンドをやってる人に教えてもらったりとかして、うん、うまくなっていったんですけど、僕は500万とかした時点でやめてたら、多分今トレードやってない、もう多分この世界にいない、ネットビジネスは僕やってないんじゃないかなっていう、会社も立ててないと思うし、あ、そうですね、だその諦めなかった、負けてもやめなかったっていうのが一番でかいんで、多分負けると思うんですよね、初めて、うん、最初とか特に勝ちにくいんで、はいはい、それでもやめないこと、心構えとしてはもう俺はこの世界に骨を埋めるんだぐらいの覚悟でやるとまあいいかなと思いますね、うん、はい、まあ、確かにね、そのやめないってことはすごく大事なんですけども、逆にその FX でねやってるんだけども、なかなか思うように稼げないよって人の心理としては、うん、やり続けた結果、やめなかった結果、うん、1年2年3年経って結局儲からなかったじゃないかみたいな結果が怖いから、いまいち力が入らないのかなっていう部分もあると思うんです、正直ね。そう、いやでもその、うん、結果的にこうトレードだけじゃないと思うんですよ。例えば英語やって3年後身についてない人もいるし、うんうん、プログラミング勉強してなんかできない人もいると思うし、なんかまあ、学習塾でもそうですけど、東大頑張って目指すって言って東進ハイスクールとか入って、なんか早稲田ぐらいしか入れなかったみたいな人もいると思うんですけど、はいはい、なんかそこって自分が望んだ結果が 100% 出るものじゃないじゃないですか、まあ、何をやってもそうだと思うんですけど、はい、それでも結果的にやれるかどうかって自分がそれやりたいかどうかだと思うんですよね、うんうん、なんでその FX で収益を出したい、トレードで勝ちたいっていうんであれば、もうそれはやめないことしかもう道は開かれないんで、うん、3年後2年後もしかしたら収益がないかも、それはないかもしれない、うん、はい、し今の会社だって3年後2年後潰れてるかもしれないですからね、働いてるところ。そうですよね、特に今の状態だったらね、うん、なんでその辺は
負けたら負けたで収穫があるのが FX なんですよ、うん、プラマイゼロで終わっていればまあ全然いいと思うんで、それはだから負けるところだけ省いていけば勝つところだけ残るんで、うん、そこの分析とかすればいいと思うし、うんはい、でもそれやめちゃったら諦めちゃったら何もならないんで、うんまあ、利益出なくても負けててもとりあえず相場見るチャート見る癖をつけると、うんまあ、いつかはきっと勝てるようになると思ってやるしかないですね、うん、まあまあはっきり言ってそうシンプルなんですよね答えはね、はい、負けたまま終わったら、まあ、経営が確定して、うん、まあ当然なんですけども、うんうん、であんまりね私が声出して言いにくいことがあって、それは中途半端にやって退場していく人のおかげで、まあ、まあ僕のとかのね、利確があるんですよね。はいはいはい。だから、こんなね、僕なんかのカモにならないようにしてほしいんですよ。そのマーケットでは。なるほど。だから悔しいと思わないといけないですよね。結局、いろんな方がトレードを、まあ僕のね、トレードを見て、FX の世界に入ってきて、結局、まあ、まあ僕みたいな人間の利確に合ってるわけなんですよ。そうですね。うん。でまあ、僕だったらまだしも、全然どこの誰か分かんない無数のね、トレーダーの利確にあって、はい、ご苦労さんみたいな感じで退場していくのは、うん、僕もだから一緒に悔しいわけなんですよ。うんうん、だからそれは、なんていうの、毎日、どんな日でも僕がトレードして動画を出してね、うん、勝ってるけどここまでやってるんだぞ、みたいな、うんうん。で、負けてて、作業量が僕より少なかったら勝てるわけないじゃん、みたいな。そんなまあメッセージも込めたりとかするんですけども、うんうんやっぱりね、頑張ったんだけど、もうトレード最近やってないよねっていう方のおかげで、勝ち続けてる人の利益があると思ったら、うん、悔しくないかとかね、はい、昔の二血ドラマじゃないけど、本当にね、なんか、負けないでほしいなと思うんですよ、本当にそういう人たち。そうですね、うん。悔しいですよ、本当自分の一生懸命働いて稼いだ金が、うん、どこの誰かわかんない人の、適当な利確にあって、はい、一丁上がりとかされてるのを想像すると、くそーと思ってね。うんうんうん、でも本当に FX っていうか、みんな金が欲しいだけで来てると思うんですよ。はいはい、FX の世界は。そうですね。だって何の価値提供もしてないんで、はいはい、どんなこと言っても、利益目的で来てるんですよね。うんうん、まあでも、いい勉強になったっていう風なところは負けててもあるんで、それはそれで大事にしていただければいいんですけども、うんじゃあそこでね、ちょっと話ずれそうなんで、そろそろ質問に戻りたいんですけども、はい、なんかね、なんで負けたのかなってことを自分でも反省すると思うんですけども、うん、やっぱりこういうふうなね、トレード、すごく、巧みな、まあ、中丸さんとかプロフェッショナルなんで、うん、なんか聞いてくれてるのかなと思うんですよ、僕は。自分はこのタイミングで、こういうふうな根拠で入ったんだけども、負けてしまいました。うんうんうん、これは戦略が悪かったんでしょうか、それとも戦略はいいんだけども今回はたまたま少ない確率の負ける方に入っただけなんで次も同じ状況が来たら同じように考えていけば勝率は上がっていくんでしょうか、うんうん、みたいな具体的な質問がどんどん上がってくると、うんうん、やっぱり回答ってしやすいと思うんですよ、うんうん、はいはいはい。で、まあ私もね、何件か中丸トレーダーに寄せられた質問とか見せていただくんですよ、習慣の反省とか、はい、うん、ちょっとまあいまいちかなっていうところが正直半数ぐらいあって、うんうん、その報告とか質問の仕方がね、もったいないなと思うんですよ、うん、どういう根拠でエントリーしてどういうふうな、ロスカットラインを引いてエントリーポイントエントリーポイントじゃないのテイクプロフィットラインをどこに設定したのかなっていうところがあって、うん、勝った負けた結果があるみたいなストーリーがあると、まあ、僕も見やすいし、うん、いい結果報告だなと思うんですけども、いまいちね、なんかまあそれなりの理由なんですけどもね、皆さん、うんうんうん、もう一歩突っ込んで貪欲に自分の資産を形成しているその日々の活動なんだっていうところまでね、うん、僕はちょっとマインドを高めていっていただきたいなと思うんです、うん、偉そうに言わせてもらいますけどね大した結果も出てないですよ私もいやいやいやで本当悔しいんですよ自分僕のね仲間がみんな仲間ですよ仲間がどっかのトレーダーの利確に合うのはむちゃくちゃ悔しいんで、うん、でも葉っぱをかけたいなと思うんですよ、たまにね。うんうんうん、しっかりせよ、みたいな。皆さん、もう全員勝ってくださいよ、本当に。はい。はい。ということでね、すいません。僕の気持ちがまた入っちゃったんですけども、質問の方に戻らせていただきます。はい。あ、これ、やっぱありますよね。参加費が気になりますか、ありますね。はい
まあ、これはまた後ほど中村さんに、今日じゃなくてもまたお話いただければと思うんですけども、次、うん、久保さんのおっしゃるように、今こそ FX を武器にできれば鬼に金棒ですということなんで、そうなんですよね。FX があったらお金の問題一生解決なんで、そのぐらいでかいんですよ、皆さん。うん、心理的にも全然違いますよ。私はね、経営してる会社の売り上げって軒並み9割ダウンなんですよ。うん、でもね、なんか FX だからいいかと、FX があるしいいかみたいな思ってるんですよ。いや、ほんと今、どの業種もね、耐えないといけない時なんで、うん、難しいと思うんですよ。うんうん、だからインターネットとか IT とかを主軸にしてる私とかね、打つ手がないでもないんですけども、うん、まあ FX やっときゃいいかなっていうところが大きくって、うん、あんまり新しい事業を開拓したりとか、新しいプロジェクトに資金突っ込んだりっていうのは今考えなくていいんでね。うん、そういう意味では FX が手にあるっていうのは、どんな時でも心理的にね、すごく冷静でいられるかなと思うんですよね。だからそういうふうな心の安定も FX によって手に入れてもらいたいなっていうのが私の気持ちなんですよね。はい。だからそのなんか全部を解決できる FX っていうものを本当にね、手に入れるためには、ちょっと頑張っていただきたいかなと思うんですよね、皆さんね。うん、本当になんか表現が稚拙ですいませんけども、結局はね、精神論になってくるんですけども。はい。それでね、こういうご質問もあるんですよ。仕事と両立して続けられるかが心配ですってことがありますよね。うん、これについては中村さんどういうふうにお答えすることができます？今やられてる仕事と FX の学習がちょっとバランス取っていきたいなっていうことなんですけど。まあ、でもまあ、正直、みんな時間ないんで、両立できるかなっていうのは、やっぱ、どっかで時間作るしかないと思うんで、その辺はでも、やっぱりこう、ね、FX とかって、自分の時間を決めて、例えばなんか朝何時に起きて絶対やんなきゃいけないってものじゃないじゃないですか。はい、夜の深夜で絶対起きて、なんか入浴時間を最後まで見届けなきゃいけないってわけでもないし、はいはい、結構こう、自分の自由な時間にちゃんと見ることができるんで、そんなにこう、なんか出勤しなきゃいけないとかでもないんで、はい、割と時間はあるとは思うんですよね。それを、どれだけこう練習量に、を費やしたりとかする時間ができるかってところだと思うんで、はい、その辺はまあ土日使ってみたりとか、うん、すればいいんじゃないでしょうかね。まあ、その、うん、時間余ってきたら多分この世の中にいないんで、ビル・ゲイツでも多分忙しいと思うんですよね。いないですね。うん、なんで、ね、どれだけ時間を作れるかっていうのを工夫すればいいのかなというふうに思ったりするんですけどね。いや確かにね、この自己管理っていうものですか。あれのトレーニングにもなるっていうかね、それがないとなかなか難しいですね。うん、そうですね。結局ね、24時間基本的に市場って動いてるじゃないですか、マーケット。うん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 、だから、朝早く起きなくても、1日のうちどっかでやればいいかと思ったら、結局1日やんないんですよね。はい。それ通常の人の心理だと思います。うんうん、だからある意味、例えば朝6時から7時は、もう地震が起きても、チャートにかぶりつくみたいな気持ちがないと、うん、あ、ちょっと雨降ってるからジョギング行くのやめようかなとかね、うん、ちょっと肩が痛いから筋トレするのやめようかなみたいなのと同じになっちゃうと、うん、それは人間の一生限られてますから、うん、人生が終わるまでには FX の力つくかもしれないけども、うんうん、でもそれじゃあね、人生が楽しめないっていうか、うん、せっかく身につけるんだったら一日も早くってのはもうみんな共通の思いだと思うんですよね。まあ、そうですね。でも一日も早くと思うんだったら、1秒でも早く取り組まないといけないっていうふうなね、ちょっと両立っていうのとはかけ離れることかもしれませんけども、うんうん、この心配でもよくわかるですよね、両立できるかしらっていう。うん、そうですね。で、まあね、自分の経験を言うのはちょっと恥ずかしいんですけども、うん、僕最初アフィリエイトやるときって、自分の会社が潰れるまでやって、本当に潰れたわけですからね。はい。だからね、なんか、会社の上司になんかバレないだろうかみたいなレベルじゃなくて、自分の経営してる会社が潰れて社員が全員クビになるみたいな。そんな反社会勢力だったわけですよ。はいはいはい。で、そのぐらい振り切れたは言わないんですけど、皆さんには。両立しようと思うんだったら、それはそれできついなと思うんですよ。私は両立は諦めたんで、自分のビジネスを取って、
自分の会社とか社員を捨てたわけなんですよね、うんうんうん、そういう意味では結構スタートの時は僕は2013年にスタートしたんですけども、非常というかね、情けがなかったみたいな感じですね、うんうん、でもそのぐらいお金に追い詰められていたんで、うん、まあ、ある意味鬼になったかなってことですね、そこは。まあそうですよね、久保さんがお金のない時期に僕会ってますからね。お金のないように思えない、ね、思えなかったですけどね、やっぱこう、うん、あ、お金なかったんだみたいな。そうですね、はい、あの時はね、中村さんね、はい、お金がなくてしょうがなかったんですけども、はい、結構マイナスを掘っていったんですよ、借金。はいはいはい。だから10万円必要な時に30万借りたんですよ。20万浮くじゃないですか。はいはいはい。それで遊んでたというね。借金じゃないですか。全然ね、危機感がないという、ね、で、カードローンも麻痺してたんで、いくらでも突っ込んでましたから、ね、新規のカード作って。まあそうですよね。僕も自己破産肯定派なんで、うん、結構これでも話すとなんか人格おかしいんじゃないかって結構みんな言うんですけど、自己破産ってなんか結構ビビってる人が多くて、うん、トレーダー周りって自己破産し、ビジネスやってうまくいかなくて自己破産してトレードやってる人い、うん、結構いるんですよ。そのトレードで自己破産した人は僕知らないんですけど、はい、僕の周りでは、うんうん、やっぱ会社経営してうまくいかないから、その、うん、やっぱこういうコロナとかで倒れちゃうじゃないですか、飲食店とかって結構ね、うん、はい、それで不動産とかもそうだったんですけど、不動産やってて、うん、リーマンショックでダメになっちゃって、でそのトレードやり始めたって人もいて、うん、そのなんだろう、お金ってそのなん自己破産は結構みんなしてて、そこから成功してる人っていっぱいいて、しかもなんか例えばその不動産経営してる人とかってもうリーマンショックで軒並み死んでったんですよ、うん、でなんかその辺の金額じゃない自己破産の額なんですよね、もう、はい、もう何億、5億とか6億とかそういう感じで自己破産しちゃって、でもそれってその経験はすごい良かったってそういう人もよく言ってるんですけど、だって5億とか6億のキャッシュを使うゲーム、この金融の中でキャッシュを使うゲームで含み損になったのを一瞬でプラマイゼロにしてくれるわけじゃないですか、自己破産って。はい、だ5億とか6億使えってやると多分なかなか使えないと思うんですよね。使えない。でそので失敗した経験っていうのはものすごい自分の価値になるんで、うん、それがで5億とか6億トレード取り返せってめちゃめちゃ大変だと思うんですけど、ね、それをプラマイゼロまで一気に戻してくれるって、うん、自己破産ってまあすごいそのシステムで、ワイルドカードですよね。ワイルドカードですね、うん、でその資本主義ってその成功したら税金を納めてくださいよっていう仕組みなんですよね、はい、失敗したら納めなくていいんですよ、税金は。しかも助けてくれるんですね、うん、うん、でそれが資本主義の中で生きてる僕らのゲームなんで、うん、自己破産ってね一個のカードなんですよ。だそこをなんかこう卑屈になって自己破産はダメだって思うんじゃなくて、それ有効活用して いった方が今のこの社会ってのは生きやすいし、うまくいきやすいんじゃないかな。だそのなんかマインドセットじゃない方が、まあ、まあだから失敗しても自己破産すればいいかなぐらいで考えた方が、うん、まあ、うまくいくんじゃないかなっていうふうには僕は思うんですよね。うん、うん、なるほどね、はい、はい、まあ、そういう考え方もあるということですね。皆さんに自己破産を勧めてるわけじゃないですからね。勧めてるわけじゃないですよ。なんかあってもう本当にどうしようもなくなったら、うん、自己破産は一個の手段で取っといてもいいんじゃないかと、はい、含み損がゼロになるんで。そうですね、はい、うん、思ったよりひどい目に遭わないですよね、自己破産。そうですね、7年で、うん、ブラック、名前のブラックも消えますし、うん、うん、そのなんかすごい大変な思いっていうのは しないと思いますけどね、うん、なんかそのね、自己破産後の、経済状態によっては7年もかかんなかったりするっていう例が結構聞かれてるんですよ。あ、そうなんですね。なんか4年ぐらいでカード新しいのできたよとか、信用情報変なの消えたよとか、その後、はいはい、だから経済的に盛り返したら、うん、やっぱりそういう人には新しい消費をしてほしいから、いつまでも窮屈な引っ張りとかがないんじゃないかなというふうに考えてるんですけどね、うん、やっぱ個人差あると思うんですよ。7年っていうのは一つの節目ですけども、うん、全員がそうではないみたいな、うん、悪質な人は7年以降もいろいろとペナルティーがもしかしたら引きずられるのかもしれないですね。まあそうかもしれないですね、引き継にならないでほしいなっていうところですね。そうですね、それはそうですね、はい、うん、自己破産もまあね、一つのプロセスであるというぐらいですね。そうですね、
トランプさんもしてますからね。7回くらいしてるでしょ。あの人めちゃめちゃしてますからね。どんな話だったんですか。はい、まあ、ありがとうございます。まあ、あんまり卑屈にならないでくれってことですね。うん、そういうことですね。うん、まあ避けれるなら避けた方がいいですけどね。まあもちろん、うん、でも人生ダメにするほど自己破産っていうのを避けるものでもないかなと思うんで、人生ダメにするぐらいだったら自己破産をね、積極的にやってすぐにリフレッシュした方がいいかなというところですね。まあ、そうですね。で、次なんですけどもね、ご質問いただいてるのは、はい、FX は塾に入らなければ絶対無理と思いました。入るならここしかないと思ってますということですよ。どうですか。で、長期的にでも全然良いので、いつか勝てるようになりたいです。うんうんうん、まあ、長期的にっていうスタンスもあるんですけども、なるべく早く勝ってほしいなと思うんですよね。で、今日のズーム楽しみにしてます。唯一どんな内容でやっていくのか気になりますということなんですけども、うんうん、その後ちょっとね、まあ、全部読みましょうか。仕事がない中ですが、仕事がない中ですが、バイナリーオプションで資金少しですが、作り、温めておいたお金はこういう時に使うべきだと思ってます。お嫁さんがダメとは言わない限り入ろうと思いますので、よろしくお願いします。ということなんですけども、バイナリーオプションで資金が作れるってすごいですね。FX より難しいような気がするんですけど。まあ、そうですね。うん、でもすごいんじゃないですかね、買ってるんであれば。センスがあるのかな、やっぱり。うん。うん。で、いただいた質問は、どんな内容でやっていくのかなっていうことに、こう、興味があるということですけど、はいはい、まあ、どういうふうにお伝えしたらいいですかね。この、まあ、基本的には僕はデイトレの手法なんで、スキャルピングとか、はい、中長期投資ではないくて、うん、デイトレとかちょっとスイング気味にちょっと長く持つぐらいのスタイルなので、はい、うん、で、あとはそのインジキュータとかほとんど使わないですね。あのマクディ RSI とかを使わずに、相場の本質をなるべく見てシンプルに考えるような感じ、うん、なので、そのなんか明確なサインがトレードで来るっていう感じではないんですよ、うん、そこがちょっと難しいかもしれないんですけど、結局このなんとかロジックとかっていろんな世の中でツールとか持ってますけど、うんうん、あれじゃあ例えばこのコロナの相場で勝ってるのかって多分勝ってないと思うんですよ、うんうんうん、あるまるロジックは、はい、じゃ逆にそのね、暴落じゃなくて、あの金融緩和が起きて、うん、その黒田バズーカの時にバズーカに乗っていける手法もあれば、はい、暴落に乗っていける手法もあれば、レンジでしか勝てない手法もあって、うん、それってまるまるロジックの特徴なんですよね。だから相場のなんかこう本質を 見てトレードしてるってよりかは、その相場その相場だけでしか通用しない手法なんで、うん、僕はそういうのじゃなくて、なるべくこういろんな全ての相場で通用するような本質を見てトレードしてほしいなってところなので、ちょっとサインみたいなのがないよっていう、うんうん、感じなんで、うん、そこだけちょっと難しく感じるかもしれないですね、慣れるまで、うん、はい、うん、あのプレミアムのポータルサイトを見ると、あのこう暗記するところがありますよね。はいはい、これは覚えておきましょうとか、あの、まあ、時間のこととかサマータイムとか、うんうん、ニューヨークタイムとか、はいはい、日本時間とかね、そういうのはやっぱり基本的に覚えておかないといけないし、うん、あと材料っていうのもいつ頃あるのかってことを頭に入れておかないとダメなことがありますよね、うん、そうですね。で、その上で、実際にそのローソク足を見に行くとかチャートを見に行くとかっていうところがあって、うん、やっぱ進め方っていうふうな質問だったんですけども、うん、そうですね、まあ、僕参加者の目線から見ると暗記があって、デモとか小学ロットでの練習をして、それからちょっと心理的に強くなっていっていただいて、でかい金額入れる、1ロット入れるのは結構圧力があるんで、全然覚えたことが使えなかったりするんですよね。だからやっぱりこう3段階に僕はやっぱ分かれてるなと思って、暗記があって練習があって、実際に実弾を入れる、資金を入れるための心理的なこう度胸をつけないといけないみたいなところがあって、その3つが順番にできれば、まあトレードで冷静に勝っていけるんじゃないかなっていうふうに思って、そのまま、そうですね、そうなんですよね、今のところ、うんうん、いい手順だと思います、うん、もう本当にうまくいかないときでも、なんかこの迷ったときでも、迷う迷うほどこの基本に立ち返ると冷静になるというかね、うん、我に返るみたいな感じ で結局なんかブレないっていうかね、取り戻そうとしてやってないんですよ、本当に、うん、負けたときでもそれを取り戻そうと思うんじゃなくって、うん、まあ、例えば3万円ぐらい
トレードで負けたと思ったら、3万円で何を学んだのかなっていうふうなね、どういうふうなところにその自分のウィークポイントがあったのかなっていうふうな反省に時間使ったら、結構気づけることがあって、それがね、なんかね、要するに、マーケットに講義代を払ったみたいな感じですね。あ、まあそうですね。だから取り戻すって感覚がないんですよ。3万円学んだから、もういいんだみたいな。はいはいはい。確かに。だから多分心理的にちょっとね、こう おかしくなるっていうかね、慌てちゃう方っていうのは、狼狽する方っていうのは、5万負けたから5万取り戻そうみたいな感じになっちゃうのかなと思うんですけど、それはあんまり良くないですよね、やっぱりね。まあそうですね。まあなっちゃうのは分かるんですけどね。なっちゃいますけどね。まあその日に取り返すんじゃなくて、まあ2、3日で取り返せばいいかなっていう感じで見たらいいんじゃないですかね。ねえ。ね。まあ、そうですね。じゃあ、ちょっとまとめると、進め方としてはね、やっぱり暗記する項目がありますんで、まずはそれは、もうやんないと先に進まないんで、と暗記はしてください。で、何を暗記すればいいかっていう最初項目に押さえたものが、ポータルサイトの中にあるんで、それは覚えていきましょうってことですよね。で、あとはもう、デモトレードとかで覚えたことを使っていく、確かめていくっていうトレーニングを何回もして、大丈夫だなと思ったら、勝率そこそこあるなと思ったら、実弾入れていけば、まあまあ、お金が減ることはないんじゃないかなっていう、この手順間違いないと思うんですけどね。そうですね。はい。ということなんで、ちょっとね、まとまりましたんで、次に行かせてもらいます。プレミアムの参加、現在休職中、休眠中、最後だと思い頑張りたい。あ、これは、気合が入ってますね。やっぱこう、プレミアムっていうね、FX の専門コースっていうのは、なんだかんだ言って、2年以上続いてるんですよね、もうね。はいはい。で、2年以上ついてきてくださってる方もいるということで、かなりその思い入れの強さっていうのはあると思いますけども。逆に言うとね、2年やっても、なかなか思うように稼げない人って、まあ結構いると思うんですよ、半数ぐらい。で、これは長くやっても、期間が長いけども、投入時間が短ければ、一緒だよってことは、これはもうしょうがないですよね。そうですね。で、短い期間で3ヶ月でもみっちりやれば、それはものになるけど、FX だけ3ヶ月みっちりやるっていうのはなかなか難しいと思うんで、ある程度ね、1日に30分取れるのか、1時間取れるのかっていう差はあるけども、さっき言った暗記するのにね、時間がかかる、暗記が苦手な人は、もっともっと時間かかっちゃうかもしれないけども、まあ、どのぐらいの期間で、初心者脱出って見るべきなのか、中には2年やっててもまだ初心者だっていうふうにね、感じてらっしゃると思いますけども、はい、その辺のなんか、住み分けはどうすればいいんですかね。まあ初心者、まあ、まあ、取り立てたらきっと分かるようになると思うんですけど、なんかこう、あ、これ上がるなとか下がるなって瞬間ってやっぱあるんですよ。それが分かるようになったらプロだと思うんですけど。ねえ。初心者だからそのダメとかじゃなくて、そこが分かるようになるまでが大変なんで、それはやっぱ相場を見続けるしかないんで、やっぱちょっと経験値が必要なんですよね。どうしてもやっぱりスポーツと似てるじゃないですか、なんかトレードって、ずっとやってるとなんかコツつかめてくるようなところがあるので、でもその野球とかサッカーもそうですけど、一日素振りやったぐらいじゃ上手くならないんですよ。そうですね。本読んで暗記しても上手くならない。で、まあ、そのやっぱ基本情報は大変ですけど、大切ですけど、その、やっぱやり続けてきた、いくうちにコツがつかめるんで。まあ、やり続けてくださいとしかちょっと言いようがないですね。初心者。そうですね。やっぱある一定の時間費やしたら、かなり見えるところが出てくるんで、やっぱりね、どのくらいの時間なのかちょっと私もわからないんですけども、自分の体験だけで言っていいんだったら多分みんなビビると思うんで言いにくいんですけども、僕1日3時間4時間1年やりましたからね。そうですよ、ね。暇じゃないとできないですよ。もうヘトヘトですよ、3時間チャートみたいな。そうですね。で、土日も復習してたんで、チャートがないとき。で、暗記の時間も持ってたんで、これはね、僕のなんか、取り組み方が、もう本当クソ真面目なのか、効率が悪いのか、今、振り返るとね、
結構気が散りながらやってたんだろうなと思うんですよ。もう本当にね、チャート見ながら居眠りとかしてたんで、あまりにも頭痛くって。情報が多すぎましたよね。でも久保さんが前やってたやつって、その。むちゃくちゃ多かったですよ。あれはでもやっぱ眠くなっちゃいますよね。うん。はい。もう本当きつかったですね。うん。あまりにもね、専門的なことも結構出てきてて、はいはい。難しいんですよね。うん。当時は。うん、そうですよね。うん、話を聞くと、やっぱ、はい、なんか動画2時間とか3時間のやつを毎回送られてくるみたいな。寝ちゃうわって。僕の動画はそんな長く、なるべく感想的に作ってるんで、うん、はい、基礎動画とかも10個ぐらいありますけど、1個30分とかなんで、うん、その2時間3時間の動画を1本で作るっていうわけじゃ、僕がそういう動画すごい嫌いなんで、うんうん、そういう感じでは作ってないんで、はい、そこは大丈夫かなと思うんですけどね。うんうん、はい、ね、ということなんで次の質問にもちょっとね関わるんですけども、この方はね、昼間の専門職の時間帯が18時まであり、あ、だから18時まではちょっとお仕事されてるんですよね。はいはい。で、その後の時間を FX に当てたいと考えていますが、時間帯の制限はあるでしょうかってことで、まあ FX はないですね。まあそうですね、うん。時間帯の制限はないですね。18時とかだったら、入浴時間はトレードできるんで、全然大丈夫じゃないですかね。うん、ね、できますね。うん。こう、いい時間が使えるんじゃないかなと思いますよね。うん。うん、まあそこでちょっと、まあこれも考え方はいろいろあると思うんですけども、まあ僕はね、毎日同じ時間に相場を見るようにしてるんですよ、なるべく。はいはい、朝6時。6時台、うん、6時から7時の間に見るようにして、うん、その時間の特徴がね、少しでもつかめるんだったらと思って、この3年間、うん、毎朝6時の相場を見てるんですよ。はいはい。でも、ある時は朝6時、ある時は12時、ある時は18時とかになっちゃって、うん、点でバラバラだと、やっぱり良くないのかなとか思うんですけど、その辺どうですかね。うん、あ、やっぱ時間帯によって動き方は全然違うので、うん。うん、それはいいんじゃないですかね。やっぱり欧州時間とニューヨーク時間の動きは違うし、そうですね。東京マーケットなんて全然動かない日とかいっぱいあるんで、うん、ありますね、見るだけ無駄みたいなとこあるじゃないですか、午前中。うん、はい。なんで、その、時間帯ごとに動きの特徴はあるんで、あと18時以降しか見ないとかだっても全然いいんじゃないですかね。うん。うん、まあ、ということは、あれですね、その、それぞれの方のライフスタイルに合わせて、うんうん、チャートを見ていただいたらいいんですけども、まあ、できれば可能な限り似たような時間で毎日見るのがいいのかなって気がしますね。うんうんうん、だから20時前後でずっと相場を見る方は、できれば20時前後とかに見た方がいいのかなと。うん、20時前後の値動きと朝6時の値動きは当然特徴変わってくるところがあるんで、うんうん、若干不利になるのかなと思いますよね。そうですね。まあ、基本的な考え方ができてれば、どの時間でも分かるとは思いますけども、でもまあ、最初のうちは、なるべく同じ時間の方がやっぱいいのかな、なんかいいような気がしますね、うん、僕はね。まあ、難しいと思うんで、なるべくってことだと思いますけども。うん、そうですね。だから、この方は18時までちょっとお忙しいみたいなんで、夕食の後とかを、なんか21時とかね、22時ぐらいを、毎日 FX の時間って感じで、電話も切ってテレビも見ないで、うん、その時間はやればいいのかなって気がしますね、うんうんうん、そんな回答でいいでしょうかね、この方は。はい、はい、あ、次はね、結構ね、多くの方が共感すると思います。速稼塾プレミアムでお世話になっております。おね、やっていただいてますね。現在新型コロナの影響で収入が10分の1になってしまいました。こういう方結構多いですね、今ね。うん、本当に全業界これですよ、今ね。そうですよね。50% 減ならまだね、軽い方で。うん。私はイベントのなんか、プロモーションやってる方がいるんですけども。はいはい。なんか、普通にもう、倒産するって言ってますよ。イベントはもう、やばそうですね。しかもね、200人前後のイベントやってる方なのに、ライブハウスは一切できないと。ええー。やろうとしたらむちゃくちゃ貧粛で、バイトも来ないとか言ってます。きついっすね。うん、いや、厳しいですね。で、飲食店も、全然入らないというね。うん。で、掃除ばっかりしてるみたいですよ。やることないんで。そうですよね。うん。
で、バイトが出勤してくるから、オーナーとかはなんか若干腹が立つみたいです。金払わなくちゃいけないから、もう来ないでくれ。確かに。客で来いみたいな。だからなんか職場ももしかしたら雰囲気悪くなるかもしれないですよ、そういう感じで。いや、この時期はもう何やってもダメでしょうね。これ人類初ですね、こんな人類初っていうか、少なくとも僕のビジネスの経験でこういう、あの、全業界ダメっていうのはないですね。まあサービス業が全部ダメなんで、これは厳しいですよね。ビジネスね。はい。転職も不能ですからね。まあそうですよね。だからサービス業から別のサービス業、いらんわって言われますよね。そうですね。こっちもダメだ、やめさせようと思ってるんだ、みたいな。だからね、アフィリエイトのネタで、転職サイトっていうのが結構利幅があったんですけども、転職サイトがどんどん潰れてるんですよ、今。ああ、そうなんですね。そんなバカなと思いますよ。転職先がないってことなんですかね。ないです。今、介護しかないですよ。ああ、なるほど。で、介護も事業所が閉めたりしてるんで、うん、一時的にですけども。うん、だから、あの、ヘルパーさんとか仕事が急になくなって、訪問介護行ってるとかね。ああ、大変だな。なんか本当にね、こんなことが起きていいんだろうかと思うんで、早く財政出動してほしいなと思うんですけどね。財政出動しないかな。で、この方なんですけども、そんな感じで収入が少なくなったんで、FX を収入源として真剣に取り組んでいこうということでございます。うん、しっかりとね、やっぱり、伝えていかないといけないですね、FX。勝ちのもうね、いろはを。いろはを。はい。で、次なんですけども、セミナー会場に行くのは困難で、オンラインでいつからでも見ることができるようにしてほしいっていうことなんで、そうですね、なんかオンラインで、チャートの解説とかがもっとできるといいなと、特にリアルタイムとかですね。うんうん、なんかこう、これもやっていきたいですね。うん、はい。で、お次は、主人が少しずつ相場から取り出していますということで、ご主人は勝ってるみたいですね、このご主人は。はい。奥さんも勝てます、大丈夫です。でもやっぱりね、正味、リアルな仕事しながら、チャートも気にかけてっていうのは、本当にチャートだけやればいいっていうのとは、違って、ものすごく大変だと思うんで、やっぱ一定の覚悟はいるかなと思うんですよね。うん、ちょっとその辺はね、仕事辞めてこれだけやるとも言えないですし、うんうん、かといって、暇の時だけ FX やればって言ってもなかなか力がつかないんで、うんうん、ね、これに関してはちょっとね、ライフスタイルを構築するところからなっちゃうかなと思います。本当に厳しいと思います。で、次ですね、いつもお世話になっております。大変ご無沙汰しております。速稼塾プレミアムに参加して1年、中村先生の個別コンサルを受講し始めたのが2019年5月から、あ、個別コンサルもやってましたね、それはね。そうですね。だから、いまいち結果が出てないということなんで、なるほど。私のような立場でよろしければ、まずは、今晩のズームを楽しみにしてますということで、いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。あと、長くなるので、別途 E メール送りますっていうのもあります。この E メールまだ私見てません。はい。次。塾長の解説を参考にして自分でも稼いでいきたいですということなんで、私のね、参考にしていただいて非常にありがたいんですけども、中村トレーダーの参考にしてください。まあでもね、私の相場が見やすいって方もいるかもしれないです。解説がもしかしたら、うん、あのレベルがそんな高くないんで分かりやすいかもしれないです、さっき言って。うんうんうん、まあでもね、やっぱりこうちょっと背伸びして、あ、本物から学んだ方がいいと思いますので、まあ私もね、これからまた改めて中村さんからね、学んでいこうと思いますんで、一緒に、勉強していきましょう。うん、ありがとうございます。あと3件ありますので、読ませていただきますね。この度は、速稼塾に入塾させていただき、ありがとうございます。FX にも興味があります。よろしくお願いします。ということで、いやーね、FX ね、FX に興味があってのはすごくいいことですね。うん。あの、やっぱり不況関係なしですから、FX は。唯一。うん。そうです、ね。株や不動産がダメでも FX は全然問題ないですからね。はいはいはい。すごいですね、これはね。うん。はい。で、あと2つね、読ませていただきます。久保さんの動画見て3月に講座開設しました。頑張って FX ものにしたいと思いますっていうことなんで、これ XM 証券の講座を作ってくださったのかもしれないですね。うん。で、最後の1件なんですけども、FX を真剣に学びたいですっていうふうに締められてます。ご質問というよりも、なんか、意気込みをね、皆さんお伝えしてくださったところが大きいのかなと思いますけども、うん、どうですかね、やっぱり FX にかける思いっていうのが強くやっぱこう感じられますね、これね。そうですね。うん。だからこの思いをね、忘れないでほしいと思うんですよ。うん。あと、忘れさせないために、こうやってたまにね、ズームのライブみたいなこともやっていきたいと思うんで、
皆さんからもね、要求を上げてほしいなと思うんですよ。今回、ズームに参加できなかったから、うん、この日にできませんかとかね。うんうんうん。なんか、こういう形でできませんかとか。うん。なんか、もっと突っ込んできていただいたら、まあ、我々たちも動きやすいですね。はいはい。まあ、そうですね。こんな状況なんで、やっぱ FX、気になってると思うんで、うん。僕とかも、この前、いろんなとこ行ってるんですけど、税務署が、はい。うちに来まして。まあ、もう、数千万ぐらいやっぱ持ってかれるんで、うん。で、まあ、どうしようかなってなって、やっぱ結局残ったのは FX だったんです、僕にも。なんで、ずっと今も FX やってますけども。うんうん。なんかこう、何か奪われてもやっぱ FX は残ったんで、結局技術職っていうか、うん。なんかこう料理人とかってその、ね、どっか行けばもしかしたら働けるかもしれないですけど、そんな感じでやっぱ技術があると復活できるんで、うんうん、こういう状況になっても僕はそのコロナでも関係なかった、むしろなんか言っていいのか分かんないですけど、チャンスだったんで、うんうん、結構やっぱ、ね、不況の方がまあ儲かってしまうというか、うん、あるんで、まあ、これからもね、気になっている人は頑張って身につけてほしいなっていうふうには思うんですけどもね。そうですね。いや、本当にそれはね、思って、まあ、この放送を今回来てくださった方には特に思うんですけども、うん、なんですかね、景気が悪くなったり、うん、まあ、ちょっと前だったら暗号通貨で資産を失った方が出たりとか、うん、あと、なんか転売やったけどうまくいかなかった、アフィリエイトで失敗した。だから、結局 FX っていうふうに、なんか FX のブームって結構ね、頻繁に起きてるんですよね。うんうんうん。で、FX って結構めんどくさいところもあったり、時間がね、なかなか取れないとか、勉強が思うように身につかないってことで、なんかノウハウに流れやすいのも FX のなんか特徴なんですよ。FX に参加した方が、なんか儲かれそうなやつにすぐ離脱しちゃうんですよね。はいはいはい。で、そっちで FX で使うべき資金をなくして FX に戻ってくるんで、もうお金ないんですみたいな。はいはい。ずっと FX いたら多分お金増えてるはずなんですよ、よそにいかん。本当そうです。だからね、ある意味その、なんですかね、なんかノウハウを使って稼ぐ方法がないとは言わないんですけども、うん、それはあくまでもプラスアルファの部分で、うんうん、自分で勝手にお金を作り出せるビジネスにしても、アフィリエイトにしても、なんでもいいんですけども、うん、FX にしても、うん。それがまず軸にあった上で、なんかそのいわゆる前つば系のものに行くのは楽しいと思うんですけど、うん、これで絶対お金増やすでみたいな感じでなんか一発逆転みたいなの行くとなんかね、完全に行かれちゃいますよね、なんか、ね、本当そうですね。で、そこに取り戻すためにまた時間使うんで、時間まで失っちゃったりとかするんで、うん、で、少なくとも FX っていうのはなんで負けたかを明確にすることができるんですよ、ある程度明確に、うんうん。だから皆さんにはね、本当にそれを忘れないでほしいなと思うんですよ。エントリーしたのには何か理由があったはずなんですよ。うん、で、勝った時でも負けた時でも、なんでエントリーしたのかなってことをもう一回思い出して、うん、次にどうやって使おうかな、同じ状況が来てもそれできるかなみたいな、思い出せるかなみたいなことを、うん、もう本当にね、紙のノートに書いてやるぐらいの勢いですよ。そうですね。いや、そのぐらいで、3年使うわけですかね、私なんて。うんうん、それこそ FX がなんか途中でね、私の元から離れてたら、多分今の心理状態全く違って、うん、こんなズームライブどころじゃなくてね、どうやってもうアフィリエイトもダメだぞ、なんかビジネスもダメだぞ、速稼塾値上げするかみたいな話になってるわけですよ。ね、相変わらず速稼塾がね、緩い感じで、セールスも大してせずにやっていけるのは、うん、どんな状況でもね、何かがこうお金を作ってくれるっていうか、特に FX がね、去年あたりからものすごく、うん、こう心に大きなね、余裕を作ってくれたなと思うんですよ。うんうんうん、まあ、ですんでね、本当にすごいチャンスだと思います。直近でね、中村さん、はい、なんかディセンディングトライアングルみたいなのが1時間足でドル円出て、はいはい、で上に抜けるかと思ったら下に抜けたんですよ。あ、はいはいはい。だから、上に抜けるのを、まあ、そんなこともあるよねっていう形で、下に抜けた方についていったら、ずっと、すごい先に。N 字を書きながらずっとね、はいはい。なんか107円ぐらいまで行って、はいはい。まあ、結局、ロットがどんどん増えていったんですよ。あ、これずっと売りで取れるわと思って。で、今日あたり、逆目に来て、
ああ、なんか、ああ、ここで潮目が変わったなと思ってね。うん。今日はおとなしく一日見てるだけだったんですけど。すいません、この辺ちょっと難しいですね。あ、でも、なんかべらぼうに風来ましたよ、これ。なんか。なんか調子いいみたいですね。調子いいですね。途中で星野さんが入れなかったところで、買いで入ったとか言って、はいはい、すげえと思いましたよ、本当に。はいはい、芸術的じゃん、これ。敗北感、むちゃくちゃ。これは僕はこのセンサーなかったんで。そうですね。ああいうの結構ね、僕とか狙ってるタイプなんで。うん。これすごいですね。うまかったですね。うん、うまいですね。うん。まあね、こう政府も財政出動もしてくれないんで、うん、その、一応現金給付は決まってみたいですけどね、話を聞いてると。あ、1世帯10万とかあれですか？ 10 万円ぐらい。うん、だまあ、だから所得制限があるから、だから配るのに時間がかかるって言ってますよね。そうですね。5月末みたいな。めちゃめちゃ遅えなっていう。アメリカなんかも4月ぐらいに来る。自己申告ですよ。あ、そうです。自己申告です。じゃあ知らない人はもらえないっていう。はい。多分もらわないやつもいますもんね。めんどくさいっつって。うん、そうですね。いや、まあね。で、1世帯10万ってことは、1人暮らしでも10万。6人家族でも10万。10万です。最悪ですね。最悪ですよ。うん、20万ぐらいくれよ。一、うん、人当たり20万でちょうどいいぐらいだと思うんですけどね。いや、ほんとそうですよね。はい。で、もともと我々が払った税金を返してくれって話なんで。いや、ほんと、こういう時に払ってくれないと税金払う意味ないですからね。意味ないですよ。意味ないですよ。何のために僕ら税金あんなしばかれて取られて、もうなんか。毎回決算の後とか確定申告の後って、ね、いや、なんか嫌な気持ちになりますよね。なんかもう、はぁってなりますね。なんかね、何のためにこれ稼いでんだろうみたいな。本当ですね。しかも払ったら怒られて、もっと出せって言われる。脱税しただろみたいな。もっとない時はね、ちょろっと払えばよかった、はい、無視されてましたけど、はいはい、ちょろっと払ってくれる。うん、払い出したらもっとないのかっていう。そうですね。で、この時助けてくれないっていう。うん、いや、ひどいですよね。だいぶ払ったんで10万ぐらい返してほしいですね。本当ですよね。そんなにくださいよって感じですよ。はい。まあいろいろとね、まあ言いたいこともあるんですけども、うん、さあ、中村さん、それでね、質問は全部できたんで、はい、今日参加していただいた方に、あ、これちょっと聞いてみたいんだってものがね、何点かあったら、はい、やっぱり、10名20名を延々とやるわけにいかないんで、はいはい、まあ、3名様ぐらいかな、時間の関係もあるんで、あと20分ほどで終わろうと思いますから、うん、はいはい、どなたからかちょっとね、聞いてみたいなってことをちょっとこう挙手いただけるというか、ちょっとマイクをオンにしていただいて、はいはい、よろしいでしょうかみたいな一声上げていただいたらちょっと当てやすいんですけども、どなたかいらっしゃいませんかね。遠慮する部分もあると思いますけど、遠慮は損ですよ。それとも、今読んだのでだいぶ解消したところもあるのかな。うん。特になんか言いにくかったりしますかね、皆さん。どうでしょうか。うん、まあなんか思い出した時でもいいんで、そうですね。あ、これ、なんか質問が下から出たんですけども、すいません。質問ね、キーボードでタッチしていただくのちょっと見えにくいんですよ、実は。マイク使い方がわからないですって質問が来ましたね。すいません、それは事前にぜひ、ね。XM ここで入ってますが、日本証券とは海外証券違いはありますかって書いてます。ああ、これよく来る質問ですね。うん、お願いします。まあ、日本証券、ざっくり言うと、日本の証券会社はレバレッジが低いのと、お衣装があるっていうことですね、うん、あとは税金が、その代わり税金が安い、うん、国内証券25倍までのレバレッジなんで、まあ、ドル円1枚1ポジするのに大体5万円ぐらい必要なんですよ、うん、で、例えば5万円の入金して仮にですけど100万円損したとしたら95万円支払えって言われるのが日本の証券会社ですね。だからそのよくなんか主婦が破産したみたいなやつは日本証券使って破産してる人たちなんですけど、海外 XM とかこれ書いてあるんですけど、XM だと888倍のレバレッジと、お衣装がない。お衣装がないですね。だから5万円入金して100万でも1000万でも損しても関係ないですね。うん、
そんぐらいから、あとはなんか税金が、総合課税に入るんで、累進制になるっていうところが、まあ、うざいところですね。そうですね。はい。で、まあ、だから資金が結構大きくなって、まあ、数千万円ぐらいになったら日本でもいいかなとは思いますね。でそのやっぱでもどうしてもリスクがつきものなんで日本証券でやると必ずそのお衣装っていうデメリットが絶対ついてくるんでここがちょっと拭えないところ何が起きるか分かんないじゃないですか。だから明日、ね、北朝鮮がなんかミサイル撃ってきて東京に、ね、こう爆破されてドル円が暴落するみたいなのがあったとしたらそれお衣装を、ね、やられたらなんかきついじゃないですか。海外証券だと、まあ、仮に北朝鮮がミサイル飛ばして東京に落ちても大丈夫なんで、っていうのはちょっとありますよね。まあ、何があるか分かんない世界なんで、うん、本当に、最初はだから海外でレバレッジかけて、あの、少資金でやって、うん、あの、1枚2枚ぐらい、ね、0.1 とか 0.2 とかでポチポチやって、行くのがいいかなと思いますね。うん。はい。はい、そうですね。うんうん。よろしいでしょうか。最初は海外おすすめですということです。そうですね、はい、資金が増えたら日本で、まあはい、たくさん活用になってから証券口座選んでも全然遅くないんで。そうですね、ね、だから100万円年間で儲かりましたっていうぐらいだったら別に XM 証券のままでいいと思います。うん、そうですね、うん、だからあれですよね、 FX で生活資金が十分稼げるようになってちょっと余り出したら証券会社改めて選ぼうかなみたいなスタンスでいいのかなと思いますけどね。うんうん、そうですね、うん、まあけどなんかエクセル証券で慣れちゃうと他にわざわざ行こうって思わないんですけど僕とか。もうめんどくさいですしね。もうめんどくさいしどうせ FX が総合課税になると、うん、あんまり他のことがあるんで関係ないんで。はいはい、確かにね、え、結局、はい、まあまあ同じように持ってかれるんでしょって話なんで。そういうことです、ね、うん、税金高いですからねこの国は。うん、まああと何ですかね、僕なりのルートで考えたんですけども、はい、 XM 証券からそのまま海外の口座にストンと落として終わりみたいな。いや結構でも実際やってる人多いんですよ。うん、うん、まあ、あとはその海外の人に口座作ってもらって、うん、海外の人に口座もらって自分の口座としてやるみたいな人も僕の友達にはいますね。ね、うん、そうね、そういう人はいるってことですよね。はい、本で、まあ推奨はしてないですけどね、本気出せばやれるよってことです。うん、はい、まあ、それなりに危なっかしいというか、なんかいろいろ追求するときに、うん、言い訳がしにくいんで、クズうるさいですからね。そうなんですよ、なんか嫌になっちゃいますよ。森友をやってくれと思うんですけど。いや、間違いないです。本当ですよ。何なんすか、あいつら。俺の金はいいじゃねえか。佐賀はどうにかしてほしいですよね。ね。はい。いやぁ。その子もあってね。他、ご質問ないですかね。うん、今、結構いい質問だったと思います。うん、いや、まあね。逆に中間さんがよくある質問とか、今言っときたいこととかないですかね、これから FX を取り組む方に。そうですね、だから何回も言うようですけど最初は多分勝てないと思うんですよ、うん、そのいきなりホームラン打てないのと一緒で、うん、あのやっぱコツが必要なんで、だからだけどそのやってるうちにやっぱホームラン打てるようになるもんなんですよね、うん、そうだからなるべくこうね、最初はショーロットでやりながらも続けることをまだ分かんないと思うんですよ最初。やっぱ何やってるか分かんないし、もうドル円のチャート見たって下がるのか上がるのか分かんないと思うんですけど、今これでも1年とか2年やればなんとなく分かるようになってくると思うんですよね。何かその例えばちょっとでもいいですけど上がりそうみたいな時とか、あこれ下がりそうだなとかで負けまくってると、いつも負けるとこって大体覚えてるんですよ。これいつも爆損するわこのタイプみたいなやつで、その逆を張ったりとかする、うん、して勝てる人もいるんで、うん、やってるうちに身につくものがあるんで、まあ本当諦めないでやり続けることですね、うん、これがだから2年やっても3年やっても勝ててない人がいたとして もうやることですね。うん、そうですね、まあ、確かにね、
あ、はい、どうぞ、どうぞ、どうぞ。あ、すみません、ありがとうございます。あの、確かにね、あの、3年やっても勝てないっていう状況はね、うん、人によってあると思うんですよ。うんうんうん。でも考えてみると、あの、FX って、力がついたら、あとは、湯水のごとくお金出てくるんで、うん、全然お釣りが来ると思うんですよね。3年で芽が出ないって言っても、うん、5年目で勝てるようになっても、それはもう人生のお金の問題、そこから、あとなくなりますからね。うんうん。うん、そうですね。確かに怖いですけどもね。3年やって全然結果出ないと思ったら、これからのことも不安になるんで、うんうんうん、まあ、心の戦いが始まりますね、そこはね。まあ、本当に僕のコンサル生とかで一番長い人だと、4年か5年ぐらい、ついてきてくれるコンサル生がいるんですけど、うん、この前かな、この前聞いたら、あの、うちのコンサル受けてくれてる人も、あの、知ってる人なんですけど、はい、10月、9月ぐらいに10万円入金して、うん、12月ぐらいに200万になってて、あ、早いですね。今年で300か400になってるって言ってたんで、10万円ですよ、去年の9月か10月ぐらいから。すごいですね。うん、そういう人もいるんですよ、うん、でもそのすごい上達が遅くて、その人は、うんうん、あの初めて 2年ぐらいは全然勝てなくて、うん、なんかこうどうしてもこうギャンブルになっちゃうんですよね。ロットの調整とかも全くしなくて、10万円入れて10ロット貼るみたいなタイプの、はい、なんかもう、うん、10ピップ数逆行したら強制ロスカットみたいなことをやるやつだ、やる人だったんで、うん、でも言っても聞かないしって言って、あの、いや先生勝てないですとか言ってやっと勝てるようになって、で今そういう状況なんですよ、うん、10万入れて300万100万作れるようになったんで、うんうん、それでもまあ 2,3 年勝ってなかった人なんで、うん、まあ、いつかこうブレイクすると思って信じてやる。でもあの人 やめなかったんですよね、本当に、うん、FX が好きなんでやめはしませんみたいなこと言ってたんで、うん、すごいですね、はい、それまでもだから300万ぐらい溶かしてたと思いますね、あ、総額で、うん、うん、そういう人もいますし、はい、うん、突然勝てるようになる人もいるんで、うん、やっぱり諦め、それ諦めたらその300万、400万作れてないですから、今。うん。うん、そうですね、うん。ずっとやり続けることですね。うん。まあ、ということですね。やっぱこう、投入時間はある程度必要で、多分そこ行ってないんじゃないかなと思うんですよ。まだ、いまいち芽が出ない方っていうのは。うん。で、というかな、あの、ミラクルで勝つような方法っていうのは別にないんですよね。そうですね。ミラにしてみたいな。うんうん。なんかある日突然、今までずっと身につけていたものが、いろいろ使えるようになってくるっていうポイントはあるんですけども、覚えていたことが、よく、あの、チャートを見ると思い出せるようになったりとか、うんうんうん、あ、これは見た方がいいな、エントリーせずにずっと見るだけの方がいいなっていうようなことが見分けられて、危機を避けられるとか。うんうん。私はこの3年間で2週間全然手がつけられなかった時ってあって、うん、相場解説でむちゃくちゃつまんなかったですよ、ね、今日も見てるだけですみたいな。でも多分その時に入ってたら全敗してると思うんですよ。うん、だから見るのも相場っていう言葉をね、あの、何度も何度も思い出すようにしてるんですけども、そうですね、見るのも相場、うん、休むも相場ね、今日も結局僕はね、うん、あの、見るだけっていう風にしてたんですけども、うん、今までのそのまあ、下がり目から上がり目に変わってきてるんで、多分今日やってもうまくいってないんですよね。多分 N 字かなと思って、また売りで入って、あの、全部ロスカット食らって、3連発ぐらいロスカット食らってるようなところを想像してるんですけど、ね、今。今日だったら3連発でマイナスだろうな。ただ明日やるのも嫌になっちゃうんですよ。そうですね。で、今日やらなかったことによって、やらなくてよかったっていうような希望が残って、明日頑張ろうになってくるんで。うん、だからどういうパターンで負けるかっていうのがね、なんか自分なりにこう熟知されてるんで。でもなんか分かる瞬間ってありえますよね、相場って。やっぱ分かりやすい瞬間ってあるんで。はい、ありますね。まあ、そこだけやってりゃいいんですけどね。やっぱポジポジしちゃうのがまあ人間なんで。はい。はい。ポジポジしないように。なんかまあ本当なんか自分との戦いですよね。なんかそこに来ますよね、結局、ね。はい。結局相場ってやっぱそこなんですよね。サービスをしてない分、自分との戦いになるんで。はい、そこは、まあ、メンタル力ですかね、忍耐力っていうんですか、うん、そこは非常に重要ですよね。うん、うん、そうですね、はい、もうなんかね、結局自分との戦いということになりました。うん、うん、どんな世界でもそうなのかもしれませんけども、 FX でもね、なんか
ほとんど勝つみたいな、ヘッジファンドみたいなやつとか、指定みたいなのとかね、資金いくらでもあるぜみたいな人がいるところと同じ土俵に我々行くわけですから、そうです、ね。すごいですね、そう考えたら。はいはいはい。なんか、核ミサイルで武装してるところに、素手で戦い挑んでるような形なんで、はいはい。だから、本当に覚悟していかないといけないことと、さすがに手ぶらじゃ勝てないんで、手榴弾ぐらい持っていかないとなっていうこととね、うんうんうん、あとどれが爆発しそうな核ミサイルのかっていうのは見分けられないと爆死しますんで、うん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 、本当になんか危ない火種は結構相場にあるなっていうのと、でもそれは全て学んでいけば見抜けるんで、うん、これは危ないぞとか、これは離れていいよとか、うんうんうん、特殊するところだけ見分けられればとりあえず死なずにやっていけるからチャンスは拾えるのかなっていうのがね、うん、僕の感覚なんですけどね。これすいくこさんが手挙げてますね。あ、いくこさんお願いします。こんばんは、はい、ありがとうございます。いくこさん、いくこさん、中村トレーダーいつもお世話になっております。こちらこそこうちゃんありがとう。最近調子よかった。あ、先日ありがとうございました。ありがとうございます。お心遣い感謝してます。最近調子よかったんですけど、中村トレーダーにもメッセージして、何でしたっけ、ポンド円で連勝してたんですよ。欧州時間帯のトレードでね。で、その後、昨日とか負けちゃってますね。昨日は、ユーロポンドで負け、なんか、いいかなと思って入ったらダメでした。ユーロポンド。昨日の、23時頃入ったのかな、あ、22時半ぐらいに入ったんですけど、うん、なんか移動平均線がパーフェクトオーダー、うん、ここいい、みんないい感じだったんですけど、はいはい、があって入ったらガッて下がっちゃって、売りこう、うん、買いで入ったんですけど、うんうん、それでなんか、ね、やられて、まあなんか、うん、調子がいいのが続くと、その後また連敗するみたいな、そんな感じ。ユーロポンドの買いか。でも1時間足は下向きになっちゃってるんで、うん、そこかな。4時間足の方向に入ったってことですかね。昨日の夜ですけど、うん、ユーロポンドで、1時間足で入ったかな。これ、そうだな。高値と安値が切り下がっちゃった。どこからだ。高値が切り下がってるじゃないですか、これ。ユーロポンは。あ、今ちょっとすみません。スマホで見ていて、あまり見れないんですけど。ああ、これね、その、これ危険なやつなんですよ。そうですか。見れないね。はい。まあでも、なんか最近調子良かったんで、そういう時は多分あると思うんで。うん、なんか、はい、そんな感じです。うん。まあ、ちょこちょこ勝てるようになって、あとはこう、負けるところが分かるようになるといいですね。そうですね。はい、割と、まあ、エントリーの回数とかも落として、最初の頃もこう、落としていたので、うん、入ってはいけないかなっていうところは入らない。うん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 、で負けは減ったんですけど、うんうん、いや非常に素晴らしいんじゃないですか。はい、でも面白いです。面白い。楽しいですよね。はい、分かるようになってくると、そうです。なんかチャートを見るタイミングもあると思うんですけど、はいはい、なんかその機会をなるべくこう失いたくないなっていう、あります。確かにそれは僕もあります。なるべく、そうです、はい、なるべく負けないようにして、はい、まあ負けそうなとこだったらロットちょっと少なくするとか、はい、するといいですね。はい。うんうん。調子乗らないように。はい、調子乗らないように。そうですね。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、ゆくこさんね。はい。ありがとうございます。大和くんも、もう、はい。おかげさまで。そっくりですよね。あはははは。ここで言います。
山本君ももうすぐ5ヶ月で離任職が始まりそうです。早いですね。なんか楽しいですね。楽しみです。はい、山本君にもトレードを教えます。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、お土産もいただきました。はい、じゃあそろそろお時間なんでちょっとまとめの方に入っていきましょうかね。はい、嬉しいですかね。はい、今日皆さん参加していただいてね、まあ何の話か分かんないところもあったと思うんですけども、まあできればね、今みたいに個別のご質問をみんなで共有するってことを繰り返していって、共通認識とか問題をどんどんね、みんなのものにしていきたいと思うんですよ。問題とその回答をね。うんうん、で、中には、まあちょっとね、何言ってるのか分かんないな、この質問っていうのがあったと思いますけども、それはね、質問の内容が分からないのは、多分そこに達してないっていうふうに考えた方がいいんですよ。うん、まあ例えばね、今のポンド円でも、私は分かんなかったんですよ。ポンド円はやってないんで、ドル円しかやってないんで。でも、4時間と1時間っていうのが出たときに、まあ4時間の方に合わせてエントリーするのか、1時間の方に合わせてエントリーするのかでも、本当同じエントリーでも、全然ね、結果も違うし、見に行く回数も変わってくるんですよね。で、4時間っていうのは、4時間で1本しかチャートができないんで、ソロ遅かしが。で、4時間だと、あ、1時間だと4本できるから、まあエントリーのチャンスって、1時間の方が4倍あるって私は考えるんですよね。だからまあ私は1時間が自分のライフスタイルに合ってるし、ドル円ってのから動かないのも、もうドル円が染みついちゃってね、他に行くのが結構怖いんですよね。まあでも、不自由もしてないんで、そのまま、このままドル円で行きますけども、皆さんはじゃあ、どの、通貨の組み合わせで行くのかなっていうこともね、全然こう結果に変わってくる、学習に変わってくるところがあると思いますし、どの時間軸で自分は勝負していくのかっていうところも、これまた大きな選択肢だと思うんですよ。当然、4時間足でやる人と、15分足でやる人と、時間の使い方とか、意識の使い方変わってきますから、テクニカルはテクニカルで一緒だと思うんですけどね。だからそうなると、まあ私はね、自分の得意な時間軸っていうのをまず1個作って、そこから突破していく方法が1つ。あとは自分の得意な通貨ペアを見つけて、そこが攻略できたら別の通貨に行く。もしくはその攻略ができないから、他の通貨で攻略を やっていくとかね。手法はそういう意味では、みんなそれぞれバラバラになってくるんですよ。で、私が自分にね、指導力がないっていうのは、ドル円の1時間でしか私はね、相場解説できないんです。質問もそこしか答えられないんです。ですんで、そこに限ってだったら、なんとなくね、指導っぽいことができないでもないんですけども、まあなんせね、カバーできるエリアがたったそこだけなんで、ぜひね、中丸トレーダーに、しっかりとついていきたいなと思います。皆さんがね、ドル円の1時間だけでできるとも限んないんで。まあでも基本的にはドル円でやるのがいいのかなと思うんですよ、スタートは。まあ簡単ですからね。波形が綺麗なんで、わかりやすいかなと思いますね、ドル円。まあ馴染みもありますしね。ドルとか円が出てくるだけでも。で、やっぱさっきのね、財政出動のアメリカの220兆円とか30兆円みたいなニュースが入れば、自然とチャートを見る回数も増えてきて、そういう意味では本当に馴染みが深い、親しみ深いっていうものかなと思うんですよ。で本当にね、初心者の方はそういうふうに聞き覚えのあるところから入っていくのがいいかなと私は思うんですよね。まあ、そうですね。あと経済ニュースもすごい耳に入りやすくなりますよね。そうですね。世界情勢みたいな、まあ、トランプが何言ってるとか、ほとんど興味ない、世の中の人は興味なく生きてると思うんですけど、結構あの人たちってすごいことやってるなとか、これからどうなるのかなとかっていう、あとなんかこう自民党がどれだけクソかっていうのが大体わかると思うんで、本当に、本当お肉券ってでもすごくないですか、あれなんか、ダルビッシュもなんかディスって、ま、怒ってましたね、なんか、ダルビッシュもこんな状態で肉配るのかみたいな。いや、ほんとね、もう利権ですよ。JA のね、役員とかが押し寄せて行ったんですよ。ですよね。どう考えてもそうですよね。旅行は2回さんですからね。そうですね。はい。
二階さんは二階さんの景色で判断するからそうなると思うんですよ。うんで、僕らは一般庶民の目線なんで、うん、おい、俺たちの暮らしどうにかしてくれとかね、時給1000円をなんとかしてくれとかなってくるんですけども、はいはい、うん、だから、やっぱね、言いたいことを権力がある人に伝えていかないといけないかなと思います、我々は。そうですね。うん。あの人たちはもう、なんかもう、旗本制度みたいな感じで、うん、親が政治家なら、子供も政治家みたいな、貧困を多分経験したことがないんでしょうね。本当に金がない。そうですね。多分マックでバイトなんてしてないでしょうね。してないでしょうね。それは分かんないよ。分かんないですよね。お肉券とかになっちゃう、それ。なっちゃう。ひどいお金ないですからね、僕ら。本当に金ない時はすごかったんで、それが分かんないから、やっぱお肉券になっちゃうんでしょうね。そうですね。うん。だからやっぱりね、世の中を動かしてる人は、私たちの暮らしとか苦しみとかを、本当にね、分かんない人がやってるんで、やっぱりなんかこう、伝えていかないといけないっていうところと、ある意味、まあ、諦めないといけないところがありますよね。だから、てめえの金はてめえで作るみたいな根性も必要だと思いますし。そうですね。で、ある意味、世の中を動かすために、ちょっと何かね、聞く情報を変えていかないといけないかなっていうところもあります。うんうん、国際間のこととかね。そうですね。まあ、トレードを通じてそういうところがだいぶ見えてきたのは、まあ、副産物としてはかなりいいものだったかなと思いますけども。そうですね、 FX やるってやっぱすごい気になりますからね、国の政策とか、黒田がどんだけクソみたいなことやってるのかとか、ね、本当に、いや、なんか不愉快なことばっかりが、いや不愉快ETF 買わなくていいんじゃないって感じですけどね。いや ETF12 兆円買う割には10万円配らないんだから、はい、まあ、そうですよね。消費税下げてくださいよ、その金取った金で。ね、黒田総裁が12兆円出してるわけじゃないですからね。そうですよね。帳面に書いてるだけで、あんなこと。はいはいはい。本当ですよ。数字だけですよ、あれは。なんでありゃと思っちゃうんだね。結局そんなもんなんですよね。まあ、だからね、そういう意味でも、やっぱり悔しいなと思っていただきたいし、なんていうんですかね、このね、放送の冒頭で言いましたけども、世の中が不況であっても、仕事がなくても、今みたいな状態になっても、その相場の中、相場で暮らしてる人って、そんなことを見てないですからね。うん。で、実体経済とは関係ないところで莫大な金が動いてて、うん、うん。まあ、なんだこれはと思っちゃいますよ、ほんと。そうですよね。ね、5円、10円切り詰めてる人と同じ地区で暮らしてて、あ、今日5万買った、10万買ったっていうのが個人的に起きてるわけですから。なんだこれはと思いますよ。だからもっと資金があって、もっと権力がある人とか情報がある人っていうのは、これの数百倍のことを起こしてるわけですよね。うん、そうです、そういうことですね。ね、100億、1000億突っ込んで、勝った負けたとか言ってコーヒー飲んでる。うんうんうん、でそのコーヒーを入れてる人は、時給500円で働いてるんですよね。はいはいはい。いやでも僕思うんですけど、やっぱ安倍総理とかって、絶対金融緩和するの知ってるじゃないですか。うん。日本口座じゃ多分捕まっちゃうんで、海外のよくわかんないとこに口座作って、めちゃめちゃ株買ってたと思うんですよ。勝手な。まあ、そうですね。勝手のり。なんかそのね、やっぱその辺ってずるいなと思いますけどね。そうですよね。うん。それありますよね。うん。僕が安倍総理だったらやってますもん、多分。やりますね。もうエストニアあたりに口座作ってなんか買いますね。はい。本当に。いやー本当だな、なんかね、やっぱ、まあ、僕らはね、最初から勝ち目のない勝負をこの日本という国でやらされてるんで、うん、まあ、FX ってものがね、少しでも我々に有利に働くんだったら、やっぱり身につけるべきだと思います。うんうんうん、国の大きな流れは変えようがないんで、そうですよね。厳しいですけど、うんうん、本当になんかビジネスやるぐらいだったら、ね、こう原価とかかかるものやるぐらいだったら FX やった方が、ね、その、うん、ね、その焼却とか金かかっちゃうし、ね、初期費用とかもすごい高いんで、うん、なんか物に換金するっていうものがそもそもないんで、うん、お金とお金のやり取りなんで、うん、原価がゼロっていう感じですからね。そうですね、うん、仕入れの帳簿もすごいシンプルでいいですよね。そうですね、税理士もいらないですからね。いらない、うん、XM 出せばいいだけですから。うん、はい、そうなんですね。うん、でも実際に我々の暮らしを支えてくれてるのは、食品を作る人とか、トラック運転する人とか、うん、JR を動かしてくださってる人とか、学校の先生とか、うん、教育機関の人なはずなんですけども、はいはい、
そういう人たちは割とこうね、苦しい暮らしとか、うん、まあ、ちょっとね、考え方の悪い指導者に巻き込まれて、悲惨な暮らしをしている中で、うんうん、トレードっていうのは個人的に豊かになることはいくらでもできるんですよね。うん、社会を豊かにすることは無理だと思うんですけども、個人的にはいくらでも豊かになるんで、うんうんうん。そうですよね。なんかちょっと矛盾してますね、この金融社会っていうのが。だからでかすぎるんですよね、金融の、この、なんですかね、社会がね。そうですね、でかくなりすぎちゃって。実体経済が数十倍に膨らんじゃってるんで。はい、はい。そっち行った方が儲かるところですからね、逆に。うん、はい。儲けるだけであれば。本当そうですよね。はい。いや、本当なんか、愚痴が長くなりそうなんで。そうですね。まとめてみようかと思いますけど、皆さんね、長い間、1時間半お付き合いいただいて、FX についてのね、まあ、理解が少しでも深まっていただければと思うんですよ。で、それから、もう4月に入りますけども、まあ、中丸トレーダーがね、今回また、ストカジクのプレミアムセカンドをちょっとリニューアルして、4月の半ばぐらいになるんですかね。そうですね。うん。一応ね、私の方からはこのセカンドのリニューアルを、まあ、ファイナルっていう形で、言うこともあると思うんですけども、同じものですから。なんかファイナルの方がちょっとかっこいいでしょ。セカンドリニューアルもかっこいいんですけども。はい。というのは一応もうこれで、新規で募集するってことはないと思うんですよ。うんうん。うん。もうこの人数でやるんだったら、もう増やさずにやっていこうってことだと思いますし、うん、まあ、あとはね、結構 FX のことっていうのは、自分で身につけるよりも指導の方が、エネルギー使うんで、あんまり頼みにくいんですよね。僕に力があればね、僕がやるんですけども、ちょっとまだ無理なんで、ドル円1時間でいいんだったらやりますけど、そのぐらいはできると思うんですよ。ちょっといろんな通貨とかね、いろんな時間軸とかでやっていこうと思ったら、ちょっとまだ私は役不足なんで、うん、もう一回ね、仲間のトレーダーと一緒にやっていこうかと思いますんで、準備ができたらね、またお知らせいただきたいと思うんですよ、仲間のトレーダー。うん、はいはい。で、それまでにもう腹積もりが決まっている方は、まあ日々ね、自分なりにチャートの方を見ていただくことと、あとは、まあ一応、これはセールスになる、セールスページができるんですかね。そうですね。うん、もし、なんかセールスページなり、まあページ作らなくても、中村さんがね、セカンドのリニューアル始まりますよっていうような動画を1本5分くらい作ってくれたら、下になんかね、入力フォームがあるみたいなんでもいいと思いますんで、はいはい。その辺はちょっとこう、まあ、早めにというわけではないんですけども、まあ、準備ができたらまたお知らせいただければと思います。はい。で、それまでにもう一回ぐらいね、改めて皆さんから、今日は出なかった、思いつかなかったけども、まあ、質問がありましたらね、もう一回ぐらいちょっと、何かの形で聞き取ってみたいと思うんですよ。ズームのライブかもしれないし、メールでの返信かもしれないんですけど。うんうん。本当に私が思うのはね、もう、掛け値なしで、FX 一回身につけておきましょうってことなんですよね。うん。全然その、世の中を見る景色も違いますし、うん。もうなんかね、この、心の持ちようが全然変わってくるんですよ。うんうん。いい意味でも悪い意味でもですよ。うん。いい意味ってのは、とりあえず金の心配はないな。っていうようなところで、すごく気が楽になる。うん、もう一つはね、自分は社会に役に立っているんだろうかという。まあ絶対役に立ってないんですよ、FX でいかなかったの。確かに。だからせめて稼いだ金を使ってあげようって気持ちに、私はね、なろうと思ってるんですよ。うん。そのぐらいしかないですね。そうですね。何の価値提供もしてないと思って、ビジネスをずっとやってきた私としてはね、すごく忸怩たるものがありますけども、申し訳ないけども、個人的には豊かにならせてもらいます。うん。本当そうですね、うんうん、まあ、とりあえずね、FX で順調に稼ぎ出したらいろんなまたね、まあ、悩みといいますか、うん、これは本当にね、私みたいにこれでいいんだろうかって思うところもあると思いますし、まあ、そうなったらその時にそれを考えてください。それまでとりあえず金持ちになってから、悩みましょう今度は、うんうん、お金がないことで悩むのはもういいじゃないですか、十分悩んできたんで、うん、で、お金が入るようになってきたら、それはそれでまたね、税金のこととかね、社会通念上のこととか、悩むと思いますけども、それはその時に考えればいいことだと思いますんで、とりあえずしっかりとね、FX の力を身につけて、毎日、なんですかね、相場に出勤するっていうんですかね、うん、FX に出勤するような形で、そしたら、伝染病にもかからないですから。そうですね。
誰にも会わないけど300万稼ぎましたみたいな、ね、何も売ってませんとかね、仕入れてもいませんとか、ね、そんな世界が来ますんで、ね、本当に、希望を見出してほしいなと思います、うん、で確かにいいことばっかりじゃなくて苦しいこともあると思いますけども、うん、やっぱりねついてきてもらいたいなと思います、あの、うん、こと皆さんの人生とかもしかしたら親戚とかご家族にも何かができるそういった力が身につくと思うんでね、うん、だから FX ってのは社会を豊かにすることは多分できないと思うんですけども、うん、自分と自分の周りは豊かにすることができるっていうのはかなり、ね、声をね高くして私は言いたいと思います。それが、うん、あの今まで FX をやってきた私の感想ですね、うんうん、ということで中村さんからも一言締めていただいて、はい、最後の挨拶に返させていただきます。お願いします。何もない、ね、こんな状況ですからね、うん、そのでもこういうのって定期的にやってくるじゃないですか、うん、このコロナだけじゃなくてきっと金融ショック、金融危機とか、ね、まあわかんないですけど、日本だったら地震とかもそうだし、うん、災害とかもそうです、うん。なんかトランプさんがなんかね、イランとかあの辺と揉めたら戦争かもしれないですし、うん、定期的にこう、やっぱ僕らが生きてる時って、絶対問題って起きるんですよ。でかいのがね。はい。で、実体経済のビジネスやって、そのね、リアル店舗持ったりとかやってると、もう限りなくこの、損害を被るっていうか、再起不能になるんですよ。そうですよね、うん、やっぱ久保さんとか店舗やってたからお分かりだと思うんですけど、やっぱ厳しいし、まあ、ラーニングコストとか毎月かかる金額もすごいでかいので、うん、そういうのやってもいいと思うんですけど、そのトレードとかその経済でその一気に左右されないようなものを一個身につけておくと、まあ、人生ちょっとは楽になるかなと僕の体験談ですけどね。うん。も国税入って、まあ、大変な思いとかいろいろして、税金とかいろいろ大変だ思いしたんですけど、やっぱりこう、ね、そのトレードやっててよかったなって思えたんで、これがだから僕普通にね、その飲食店やってて、税金入って、お金払えとかやると多分本当に僕死んでるかもしれないし、ね、なんか、僕の先輩とかも不動産やってて結局トレーダーになったりとかしてるんで、うん、やっぱトレードを、ね、身につけておくと、まあ、人生の、ね、リスクヘッジとかになるかなと思うので、うん、学ぶ方は頑張ってほしいなと思いますね。まあ、そうですね、はい、本当そうですね、はい、皆さんも同じ気持ちだと思います、はい、うん、ぜひ FX やっていきましょう、はい、頑張りましょう、はい、じゃあ、中村さんにはね、その速稼塾プレミアムセカンドリニューアルちょっと長いですけども、はい、プレミアムファイナルという言い方もしますけども、こちらの方の最終的な仕上げとですね、はい、あと、まあ、価格の方も決めておいていただいて、はい、今日何件か価格に対しての希望もありましたけども、はい、いろいろとコストがかかる面とかね、うんうん、人件費をかけてるところもあると思いますんで、はい、私からお願いできるのはその今まで速稼塾プレミアムに関わってらっしゃる方がいると思うんですよ。うん、はい。で、この度新規で、プレミアムに参加される方いると思うんですよ。はい。まあ、それぐらいですかね。別に、扱いとか、なんとかどうこうっていうのはお任せしますし、うん、じゃあ、プラスアルファで、今までの方、ファイナルに参加するのかどうかっていうのも、いろいろあると思いますんで、私としてはもう、うん、決まった通りにやるだけだと思いますし、はい。結局はね、どっかで FX 身につけないといけないんですよ、みんな。そうですね。これ以外、何にも儲かる方法ないですよ、この国。何やって儲けるんですか税金も高いですからね。うん、本当にできないですよ、何もかも。うんうん、本当ですよ、ね、金持ちになりにくいですよね。なれないですね。結局ね、ないですよね。海外の資金を逃したら、日本円にするなって言われるの。なんだよ、それ。大したことじゃないですけどね。いや、辛いですね、でも。まあ、ということでね、本当にね、ますますお金を残すのが、可処分所得をね、確保するのが難しい時代になって、来ました。これはね、誰のせいなのかよくわかりませんけども、財務省なのかね、
政権のせいなのか分かりませんけども、でも我々はできることをするしかないんで、はい、そのできることがだんだんね、範囲が狭くなってきたっていうのは確かなんですよ。うん、店舗とか会社とか事業では、とりあえず今の時期は手の打ちようがないです。うん、何をやっても、うん。プラスにはなんないです。マイナスを必死で抑えるのが精一杯なんですよ。はいはい、でも FX だけは相変わらず同じペースで儲けることができて、うんうん、なんだこれはと思うところもありますけども、うん、再度ね、申し上げますけども、FX ね、何かの形で身につけておいていただきたい。うん、今回ね、プレミアムのファイナルの方になかなか参加するタイミングがない方も、どっかでね、FX を身につけていただいて、活路を見出してほしいなって思うのが、今日の、私のね、担当気持ちですよ。うんうん、本当ありがとうございました、中村さん。いや、ありがとうございます、本当に。じゃあ、またお知らせいただければと思いますんで。はい。で、皆さんからもね、希望があったら、今度、90分はやらないかもしれませんけども、コンパクトな時間でね、なんかこういう機会持ちたいと思うんで、要求を出してください。要求出したら、やらないっていうふうに断ることはないと思います。なんとか調整して、結果的にできなくてもやるように働いていこうと思いますんでね。うん、はい。皆さんよろしくお願いします。お願いします。皆さんがね、全員稼げるまで、私はとりあえずやめません。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。じゃあ、すいません。遅くまで皆さんお疲れ様でした。明日も早いのに。すいません。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。はい。あ、ひとみさんありがとうございます。では、失礼します。で、ここまでで放送終わります。お疲れ様です。お疲れ様です。はい。ありがとうございます。